いらっしゃいませー。それじゃあ、ゲーム動画始まるよ。ソニーエンターテイメント、略してソニコ。ゲーム、これなんて読むんだよ。はじめましての方はオッスオッス。萌えもん鬼畜道、大泥棒マリサを見てくれた方は久しぶりだな。俺だ、ウプ主の松下初段だ。今回からこの神クソゲー、ビヨンドザビヨンドをゆっくり実況プレイをしようと思う。早速神がかったしょうもないムービーで悪いが、少しばかり付き合ってやってくれ。このゲーム、実は10年くらい前にプレイしたことがあるんだ。終盤あたりで投げたけどな。って、投げっぱなしだったのをクリアしようと思って格安で買ってきたわけだ。この動画の目的、それはエンディングを見ること。あ、普通だって？別にいいだろ普通で。縛りプレイなんて俺は嫌いなんだよ。まあその辺はおいおい説明するとしよう。これ、主人公と父親の特訓風景らしいけど。父親やる気ねえな。なんで CG のオープニングにしたんだろうな。棒立ちしてるこのヒゲ、誰かに似てるな。あ、俺ちょっと準備があるから席を外すぜ。待たせたな。ってまだオープニング終わってねえのかよ。ほんといつ見てもやる気のない光景だな。なんか見てるこっちが恥ずかしくなるぜ。それにしてもマリサと一緒に実況するはずなんだけど、あいつどこに行ったんだ。結局見つけたお宝では足りなかったみたいだし、お嬢様あたりにこき使われてるのかもな。まあいいや、俺一人で実況するとしよう。一緒にやりたかったんだけどな。ムービーもようやく終わりそうだし黙るよ。というわけで、ビヨンドザビヨンド、ゆっくり実況始めるぞ。隠しキャラはどうしようか。全員仲間にしようかな。と言っても誰がどうやって仲間になるのかもう覚えてないけどな。早く始めろって？いいじゃないか、この BGM が終わるまで待ってろよ。でもまあ、とりあえず方針は話しておこうかな。このゲーム、実は普通に進めても縛りになる可能性があるんだよ。だから低レベルクリアや、初期装備クリアってのがなかなか難しいんだ。って始まっちまったよ。また後で話すから許してちょ。何やってんだよマリサー。ヨンプ主、久しぶりだぜ。おう久しぶり、ってちってーよ。こんなところで何やってるんだって言ってんだよ。いや、満喫コーマ館のオーナーに借金返済のためのアルバイトを紹介してもらってさ。世界の平和を守る手助けをしてこいってんだからあのお嬢様も相当イカれてるよな。え、それってもしかしてこのゲームのことかよ？みたいだぜ。つーか、なんだよこのデータ。もうプレイしたのかよ。だな、動画用に録画してたんだけど、そのデータ、画面が真っ黒だったんだよ。音楽は流れてたのにな。レベルから見て、まだ序盤みたいだったな。ああ、それだけが救いだな。上がったステータスは戻っては来ねえけどさ。それで、いつ始めるんだよ。さっさと行こうぜ。あとちょっと待ってくれ。名前は何と言ったかしら。名前だってよ。どうするんだ。さっきのデータは初段になってたけど。そうだな。変わった名前にしようかな。何でもいいから早く決めてくれよな。ってまたそのネタかよ。左遷。しょうがねえな。やっぱり自分の名前にするのが一番だよな。俺の名は初段、20代後半だ。
カタカナの方が良かったか？別にいいんじゃね？さっきのよりかは万倍マシだぜ。ところで、さっきから私を抱えてるこの女の子は誰だぜ？さあ、誰だろうな？俺は知らねえぜ。ぬわこの丸太、一本がなんと六本になります。ブラボー、おう、ブラボー。ババアは帰れ。あーん、ひどい。おい、登場するまで黙ってろよ。だが断る。それよりも見ろよあのおっさん、顔中にケーキのモンブランを塗りたくってるぞ。正気の沙汰じゃねえぜ。あとの10年くらいしてからで直してきな。俺はガキなあ興味ないよ。後でぬわーさせてやる。今変な声聞こえなかったか？俺のログには何もないな。だって片乳首じゃないもの。今度片乳首じゃなかったら絶対にはなんだから。片乳首ってなんだよ。ドラクエ5のプレイ動画でも見てこいよ。心配されるなら年上の女性がいいに決まってるだろ JK。と、そろそろ俺の出番みたいだな。私の出番は？おめえの出番まだねえから。しょぼーん。おい親父、なんで俺こんなに小さいんだ？同じ大きさだったらグラビって君ダメだろ。おう、めたいめたい。なあ、親父、絶対似てると思うんだよな。てか俺肩に背負われてるぞ。親父は器用だな。ババアは黙っててください。こっち来んなババア。カレー臭がするからこっち来んじゃねえよ。子供じゃねえよ。俺20代後半だぜ。さっきから何言ってんだ、このババア。おい、何しやがる、俺に触んじゃねえ、匂いがうつるだろうが。おい親父、見てねえで俺を助けろよ。離せ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 。つってんだろこのファッキンクソババアが。すまん、初段、ババアには近寄りたくないんだ。不甲斐ない父を許しておくれ。ふん、少ない犠牲で済んでよかった。きっと老いぼろ雑巾みたいじゃない。私パパスおじさんにぬわーと言わせなきゃ気が済まないわ。おう、怖い怖い。パパスおじさん、まずお前から血祭りにあげてやる。やり方って、お嬢ちゃんは見てないでしょ、私たちが何をしてたのかを。そう思ってるのは少数派だろうね。お嬢ちゃん、自分の物差しを人に押し付けちゃいかんな。憶測で話をするといつか絶対に痛い目を見ることになるよ。うむ、踏み身なしか。初段には合わない子だね。まあそもそもあれは年上にしか興味ないから問題ないだろうけど。パパ、今度初段がああいう目にあったらパパも同罪ですからね。ひひ、娘に怒られてしまった。ゾクゾクするで。アイスソード殿、私は帰るよ。その呼び方やめてくれない？なんかおかんがするんだよ。命取られそうな気がする。大丈夫ですよ。この呼び名を広めたの私ですから。え、マジで？じゃあみんなが私をアイスソードを見るような目をしてたのはあんたのせいなの？そうだよ。ちょ、おま、何してくれてんの？私も後ろに行けないじゃん。というか、テキストもアイスソードになっちゃってるじゃん。いやでも、ガラハドと言ったらアイスソードでしょ。そのためだけの存在でしょ。おい、全国のガラハゲファンに謝れ。その呼び方をするあなたも謝れよ。黙らっしゃい、お前ガラハドを尾すんのもいい加減にしろ。知るか、こちとら最終メンバーにガラハド入れてたわ。私なんてガラハドしか連れていかなかったわ。あなた相当ガラハドが好きなんだな。そういうお前からもかなりのガラハド愛が伝わってくるぞ。てっ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 て。では、私はそろそろ本当に帰ります。あ、そうだ。初段にはちゃんと働くように言ってくれないか？部屋にこもってニコ動ばかり見ててちっとも職を探そうとしないんだ。いわゆるニートってやつだな。あい、わかった。このアイスソードさんに任せなさいな。シワの寄ったババア。
が俺を取り囲んで押さえつけてズボンに手をかけてきやがる。話せクソババア、俺の初めては優香さんに捧げると決めていたのだろ。おい、起きろよ初段。起きなさい、起きなさい、私の可愛い初段。つうかこいつはさっきから何を言ってんだ。おい、私の初仕事がこれってどういうことだ。責任者出てこい。いい加減起きろよこの変態クマ野郎。は、なんだ夢かよ。二なりの女の子に掘られるならいいけど、ガチホモに掘られるのは勘弁だぜ。お前は何を言ってるんだ。だってよ、女の子にネオアームストロングサイクロンジェットアームストロング4がついてんだぜ。完成度高いな。おい、つうか朝からジャリガールに会うなんて最悪だぜ。ゆうかさんはいねえのかよ。俺あの人に踏まれながら起きたかったのによ。おい、ガラハドってアイスソードが初段に話があるってよ。あん、あのモンブランヒゲ親父が俺に何の用だってんだ。俺はエロゲの消化をしないといけねえから来年にしてくれねえか。どうせ RPG 定番のお使いだろ。というか人の家のパソコン使って何やろうとしてんだよ。くそ、プロテクトかけてやがる。これじゃプレイできないじゃないか。そいつは頂上。さっさと下に行ってストーリーを進めようぜ。仕方ねえな。でもその前に勇者行為をしておかねえとな。まあ RPG の基本だしな。付き合ってやるぜ。第一アイテム発見。序盤の生命線だぜ。なあ、この壺はキシリア様に送ろうぜ。それはいいな、あれはいい壺だ。寝室にお酒を保管するなよ。この家地下室あるのにな。俺に話ってなんだろうな。自宅警備を任せるって話なら大歓迎だぜ。ねえよ、絶対ねえよ。わかったよガラハゲ。私の席はないの。おめえの席ねえから。しょぼーん。ハゲ、その城絶対入れないと思うんだよ。イベント的な意味でさ。働きたくないでござる、絶対に働きたくないでござる。おい、人の話を聞けよ。そのモンブランマリサに舐め取らせるぞ。嫌でござる、絶対に嫌でござる。その水筒どっから出してんだよ。それに奇跡の水ってなんだよ。まるで RPG みたいじゃねえか。はぁ、やるわけねえだろ。俺はこれでもニコ動を見るのに忙しいんだ。で、なんで受け取りに行ってんだよ。あ、ありのまま今起きたことを話すぜ。俺は絶対にやらないと言ったはずなのに気づいたら水筒を受け取っていた。な、何を言ってるのかわからねえと思うが俺にもさっぱりわからねえ。ポルポルちゃんオス。で、なんでこのガールは一緒に来ようとしてんだ。初段のことが心配なんだろ。さっきも一緒に看病してたって言ってたしな。まあ来るなら別にいいけどな。的が増えるし。引くわー、マジ引くわー。仕方ねえだろ、このゲーム初期の体力が低いんだ。それを補うステータスがあるからまだいいけどさ。なんだよそのステータスって。簡単に言えばロマサガの LP だな。詳しくは後で話してやるよ。女っつうかガキだろ。お前の母ちゃんはお前を思って言ってんだぜ。少しは聞いてやれよな。あ、こけた。顔面からもろに言ったなあや。それはともかくあの子はどうするんだよ。ほっとくのか。いや、どうせ俺たちの行く洞窟に先回りしてるだろ。ほっとけよ。でもよ初段って、私ドラゴンなの。あのブッサイクな顔で。つうか娘が飛び出していったのに両親は気にも留めないのな。以前にもあったんだろ。しかも心配されないほど何度も。ただ単に制作者がサボっただけじゃないのか。かもしれんな。で、全裸プレイができない理由がこれ。地下室にある武器と防具を取らねえと家から出ることすらできねえんだ。それに加えて装備は外すことができない仕様になってる。何それ、今流行りの RTA には不向きじゃないかよ。それ以前にこのゲームを知ってるやつが少ねえと思うぞ。つうかよ、兵士の良い妻になる方法ってなんだよ。旦那の股間の剣を鞘に収める方法でも書いてあんのか。あ、この動画はゆっくりの音声とうぷ主による角なしもネタ、そしてほんの少しのネタでお送りしてます。もしそれらが嫌だと感じた方はとっととブラウザバックしやがれだぜ。今さら何言ってやがる。それでこのアイテムボックスには盾とか衣服アイテムが入ってるぜ。遠慮せず全部持っていくのをおすすめする。なんでさ。このアイテムボックス使える期間がものすごい短いんだよ。具体的にはさっきのマリオン城でイベントを発生させるまでと終盤のみだ。それほとんどないのと一緒じゃん。そうだよ。だから中のアイテムは全部持っていけよ。持って行って損はないんだからな。わかったぜ。さて、あとはこの村を適当に回って今回は終わりにするぜ。
尺的にも結構厳しいしな、しょうがないぜ。おいモンブラン、最初のダンジョンだぜ。危険なんて怪しねえぞ。最近のまんじゅうは普通に喋るぜ。そうだとして、ババアには関係ない話だろうが。あん、なんだよモンブラン。洞窟の最初の分かれ道を右に行くってのは知ってるぞ。ついでに左は危険だってのもな。さらにさらにどっち行っても敵の強さは変わらないってのも知ってるんだぜ。おい見ろよ、あいつひどくしょぼくれた顔しながら家に戻って行ったぞ。ネタバレしてごめんよ。この村はほんと何もない。アイテムもモンブランの家にしかないし、施設も道具屋と教会しかないんだ。最初の村なんだからそれはしょうがないだろ。だる。なあ初段、どうせ何もないんだったらここで終わりにしちまえばいいじゃんよ。ドラクエや FF みたいなメジャーなゲームならそれもありかもしれない。でもな、これはマイナーもマイナー。ドマイナーなゲームなんだよ。知らない人がほとんどだと思う。それをこの超絶紳士の俺が全部見せてやるんだぜ。親切だと思わないか？お前今のセリフで全てがパーだよ。あん、俺が変態だと？誰も言ってねえけどその通りだぜ。俺が変態ってことはよ。マリサは俺がクマだって言いたいのかよ、いやいやいや、ほんと何言ってんだよお前。いつ誰がクマだなんて言った？おいおいおい、俺をそんなにクマって呼ぶなよ。照れるじゃんかよ。ダメだこいつ、早くなんとかしないと。ジジイ聞いてくれよ。俺ってば超絶紳士な上にクマ界のカリスマだって呼ばれてるんだぜ。すげえだろ、最近流行りのモノクマなんて目じゃねえよ。初対面のじいさんに何言ってんだよ。じいさん、初段のことを何か得体の知れないものを見るような目で見てたぞ。んなことはどうでもいいんだよ。この道端でマッチ売りの少女みたいに誰も買ってくれそうにない道具を売ってるターバンと上の教会を調べたら今回は終了だぞ。お前あれか、道行く人を罵倒しなきゃ生きていけねえのか？あん、おめえ俺に喧嘩売ってんのか？動画終わりそうな時に何言ってんだよ。このドブサレクマがクマ鍋にするぞ。上等じゃねえか。いいぜ来いよ。マスパなんて捨ててかかって来い。野郎をぶっ殺してやらやあ、よく来たな暇人の諸君。よくもまあこんなクソ動画をまた見る気になったな。改めて歓迎するぜ。こんな動画見てる暇あるなら他のことしろよ。ありがとうございます。おいマリサ、何視聴者に対して定時制になってんだ。コメントしてくれてサンキュー。前置きもいいけど今回の目的を教えてくれよ。お使いだよ。初めてのお使い。聖なる泉の聖から聖水をもらってくるんだよ。なんかエロいな。センブリ茶でも飲んでろ。ところで初めてのお留守番ってゲーム最高だよな。アブネスさーん、ここでーす。ここにいまーす。おいばっかやめろ、本当に来たらどうすんだよ。この動画が打ち切りになる。そんなんどうでもいいからさっさと進めろ。わかったよ。ちなみに今の時点ではイベントを進めない限り敵は出ねえぞ。だから外でうろうろしてたんだな。私はてっきり尺稼ぎかと思ってたぜ。って、何やってんだよ。コンタクトでも落としたのか？山育ちで、目はいい方なんだ。じゃなくて、ここら辺に隠れてると思うんだけどな。何が隠れてんだよ。忍者か？それとも巨人？巨人がこんなところにいるわけないだろ。いい加減にしろ。マリサは漫画の読みすぎだ。少しはアニメも見ろ。それなんか違くね？つーかいつまで探してんだよ。早く進めろ。わーかーりーまーしーたー。先進めばいいんだろ。でももうちょっとだ。早く行けや。痛いぞマリサ。しゃあねえな、行ってやりますか。マリサ、この右の可動よく覚えとけよ。うん？そこになんかあるのかよ。まあいいから。ここからしばらく特定のポイントでイベント戦闘があるんだ。おお、初戦闘だぜ。って、体力低いな。これ大丈夫なのか？ここでステータスの説明するぞ。ガードされた。OP ってのは体力で、これがゼロになるとそのキャラクターは気絶する。気絶？死ぬんじゃなくてか？そうだ。で、下の LP ってのはライフポイント、生命力だな。これを消費して気絶から回復するんだ。なるほど、LP がゼロの状態で体力がゼロになって初めて死ぬんだな。そういうことだ。マリサに来た感がいいな。うっせぇ、つうか、なんというか、始まってすぐのポケモンみたいだな。雑魚とちまちま削り合う感じがさ。ああ、ドラクエとは違って最初の戦闘でも簡単に終わったりしないんだよ。これはかなり面倒だな。結構やると褒めてやりたいところだ。おい、あいつ今どこから出てきたんだ？知るかよ。外に隠れられそうなところはないし、さっきかなり調べてもいなかったよな。ミラージュコロイドでも搭載してんのか？物語中盤の主人公にさせられてしまうかのあるぶつはそこまでよ。さっきから何言ってんだ？そんなことはどうでもいい。あれだろ、電波でも受信してんだろ。なぜあたりくらいの年頃から感受性体は単純にあるからよ。まあなんだ、生温かく見守るのが一番だろ。面倒だから彼はそんなこと言いないわね。だってよお前、この後の展開が読めるんだぜ。これが面倒と言わずしてなんて言うんだ？
読めるっつーか、本当だな、知ってんだろ、嘘じゃないわよ、ね、この後の展開。あ、まあな。でもモンスターと戦うの嫌だしな。あたし、一応か弱い女の子だし、足手まといになるかもな。だけどそうしたらストーリー進まないしな。お、めたいめたい。しかしそれだと動画が成り立たないから行くことにするわ。あのさ、俺のレベル1なんだけど、つうかよ、今は一人でも壁が欲しいから仲間になるのは全然構わないぞ。さっきの戦闘見たら誰でもそう思うよな。あ、三日壁が逃げるぞ。ウフフフフ、あたしを捕まえてごらんなさーい。うわぁ、こいつぜー。どうする？探しに行く？あんな勝手な女の子は、正直全力で見捨てたいけどよ。何かがあってからじゃ。遅いよな。とか言いながら何をしてんだよ。な、いやさ、ここになんか秘密があるんじゃないかってよ。そんなんいいから探すんなら早くしろよ。はいはーい、わーっかりましたーよ。そんでよ、こっから先固定エンカウントがいくつかあるんだぞ。と、具体的にはどの辺だ？マップの切れ目だ。ふんふん、で、いつ行くんだ？なあ、やっぱ帰んない？面倒になって。いいからさっさと行けよ、クマ野郎。冗談だよ。今度は2匹か、面倒だぜ。なあなあ、一度戦ったモンスターが出てきた場合カットしていいか？誰に聞いてんだぜ？これ見てる正常な視聴者だよ。聞いてどうすんだよ。これ見てOK？とか、全部見てろ、なんてコメントする度胸のあるやつがいると思うか？あ、そうだな。そんな根性あるやついるわけねえよな。言いたいことも言えない。じゃなくて、言いたいことすら言わない。だもん。初段、そんなことどうでもいいぜ。今さ、なんか音が聞こえなかったか？あ、そうだな、今のうちに話しておくか。このゲームの特徴として、戦闘中にボタンを連打することによって、クリティカル率や、ガード率を上げることが稀にしょっちゅうある。はぁ？一体どっちなんだよそれ。もっと詳しく教えてくれだぜ。だな、攻撃したりされる前に何でもいいからボタンを連打すると、さっきみたいに音が鳴るんだよ。まあ確率が上がると言っても、体感1、2割くらい？まあやらないよりマシじゃね？って程度だな。とすると、戦闘中のリアル初段は、ボタン連打してんだな。あ、そうだぜ。あ、でもよ、連打って1回でもいいみたいだぞ。え？じゃあなんで連打してんだぜ？指疲れるだろ。まあなんつーの？拍子切りってやつ？わかってても連打しちまうんだよ。多分わかるやついるんじゃねえか？まあさ、わからんでもないぜ。連打とは別だけどさ、クリティカルや再攻撃、ガードしたりそこから反撃したりと、通常攻撃も結構多彩なんだな。まあな、でもこれ、敵にも採用されてんだぜ。え、マジかよ、かなり面倒じゃね？と、言ってる間にグロッキーになったな。この時の LP の消費量も連打で変わるぞ。そうなのか。まあそれも確率で決まるんだけどな。そしてレベルアップ。お、で、どんな感じだぜ？微妙な力勝。初段。ドドンマーイ。でもまあこれが普通なんだけどな。なんというか、ほんとポケモンみたいな成長だな。上がる数値は1から4。だがしかし、4なんて数字はめったに出ないんだよな。え、何それほんとクソゲーじゃん。制作者は今すぐ謝罪しろ。逆に考えるんだ。それを利用してステータスの吟味ができる、と。それやろうぜ、なあ、少しはマシになるんだろ？しない。はあ？ステータスの吟味はしない。絶対にだ。なんでだよ、まさか面倒だって言いたいの？そうだ。おい。それもあるけど、少しでもクソゲー感を視聴者に味わってもらいたいんだよ。いい迷惑だよ。俺からのささやかなファンサービスだ、ありがたく受け取ったくねえよクソが。なんだよ、俺のファンサービスが受け取れねえってのか？お前はどこの方だよ。はぁ、あ、ファンサービスもいいけど、そろそろ先進んでくれだぜ。もうちょっとかまってくれよー。俺ってばよー。定期的にかまってくれないと、エロいこと話し出しちゃうんだぞ。うわぁ、こいつは兄よりうぜー。この後の展開でさ、兄と触手がちょめちょめするんだけどな。俺、触手もののエロゲー、大好きなんだよ。ほんとこいつ何言ってんだ？大丈夫か？さっきの戦闘で何か変な攻撃受けたんじゃないのか？一度戻ろうぜ。今の発言もきっとそのせいなんだよな。え？いや、違う。え？なんで今心配されたの？え？なんで？唐突に変な話を、しだす初段が悪い。それで、イクエリン先生に診察してもらおうか？あっつええー。なぜそういう流れになってるの？いや別にエリン先生は大好きだけどさ、あの先生に色々いじくられるって考えると、興奮するね。ダメだ、興奮する。
もはや素で寝ておくれだったか。エイリン先生と大人のお医者さんごっこがしたいよ。くそ、べー、マジっべーは。今戦ってるウサギがうどん家に見えてきた。興奮してきた。俺とこ作りしてくれ。よしわかった。医者の前に警察だ。おいおい、マジで警察呼ぶことねえだろ。ち、もう出てきたか。税金泥棒も使えねえぜ。泥棒はおめえもだろ。で、ようやく追い詰めたぜ、子猫ちゃん。こ、来ないで。もう後がないですよ、ぐへへへへへへ。来ないでよ、変態。ガキに興味はねえけど、これはこれで。ありだな。変態だ。いや大変だ。兄が左に行っちまったぞ。違うね、俺は紳士だ。でもよ、俺らから見て左だよな。もし突き当たり側から見て左だったらどうする？はぁ、お前何言ってんだ。意味わかんねえぜ。もう一回通報しとくか。正直な話、俺なんかより最近飲食店やらでアホなことしてるドキュンを逮捕した方がいいと思うぜ。あれ気違いだからさ、人間じゃないんだぜ。知らなかったのかよ。マジか。あれ、人の形をした畜生だったのかよ。よく今までバレずに済んでたな。あ、そうか、人の皮かぶってるからわからなかったんだ。そうだよ、あいつら人に化けるのだけはうまいからな。だからよ、あいつらに人権は存在しないんだぜ。だから見つけた瞬間、バーン、らしいぜ。うっさー、そいつはすっげーぜ。それが本当なら俺も見つけたら暴行してやりたいな。あ、すいません、今までの、嘘ですから。ガーン、だな。出鼻をくじかれた。ところでよ、さっきから右下になんか映ってんだけど、あれ何？うわ、知らんな。これが正規ルートだなんて、俺は知らんな。そうか、知らんならいいんだぜ。と、どうやらこの先が一番奥みたいだな。どんなエロい展開が待ってんだろうな。俺の興奮が止まらない。代わりに心臓が止まっちまえよ。おい、なんだよあれ。まるで寄生獣かみたいな展開になってんぞ。どういうことだ？触手は？金髪少女が触手にあれこれされちゃう展開は？ねえよ、その発想はねえよ。嘘だ、どんどこどん。クソ、じゃあなんで俺たちはこの洞窟に来たってんだよ。聖なる水を取りに来たんだよバカ野郎。ちっげえよ、兄が触手にエッチいことされるのを見に来てんだよ、このクソまんじゅう。んなことどうでもいいから助けんぞ。ああ、まあそうだな。マジで寄生ジョーカーみたいにあれされちゃうのはさすがに後味悪いもんな。いっけい、遅延冷却、妖精襲撃。守れなかった。おい、今度は同時に行くぞ。わかったぜ。せーの。いや、やっぱり触手には勝てなかったよ。いやだー、死にたくなーい、死にたくなーい。もう諦めるしかねえなこれ。残念だが仕方ねえよな。諦めんなよ。は？諦めんなお前。なんか変なもんが湧いてきたぞ。どうしてそこでやめるんだ、そこで。いやでも、旗から見たら自業自得っつうか。ダメ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 、諦めたら。よく見てみろ、対格差で負けてるから。応援してる人たちのこと思ってみろって。あともうちょっとのところなんだから。俺だってこのマイナス10度のところ縮みが取れるって頑張ってんだよ。これそんな環境じゃねえよな、これ。ずっと言ってみろ、必ず目標達成できる。だからこそネバギバ。台無しだよ、なんで炎の妖精が出てきてんだよ。そしてこの BGM である。というかこれ、初っ端からかなり絶望感のあるイベントだよな。そうだな。なあ初段、これ助けられないのか。もしかして私たち、選択間違えた。あの時、右に行って先に聖なる水を取ってきてれば、こんなことには。クソが、俺がもう少し早く行っていれば。俺がヘルニアじゃなければ、兄を助けられた、かもしれないのに。え、初段ヘルニアだったの。いやいや、そんなことは今どうでもいいよ。兄、助けられなくてごめんよ。初段、そんなところにいても、兄は帰ってこないんだぜ。わかってるよ。ただ、もう少しだけここにいさせてくれないか。わかったぜ。食事と金髪少女、もうそうだ、膨らまぜ。ふ、すっきりした。何やってんだー。って、は？お、俺の聖なる水で触手が苦しんでた。黙れ。いやでもよ、これどう見ても俺の手。黙れ。まさっく。お、兄が戻ってきた。くっそ、まんじゅうのくせになんてパワーだ。で、兄戻ってきてるじゃねえか。初段。兄、起きないぞ。なんでだよ。仕方ねえ、俺の聖なるドロッとした白い粘液。黙れ。これ以上同じネタ使ったら、今度は初段に触手と戯れてもらうぞ。ごめんなさい。つうか、兄が点滅してるけど、これ大丈夫なのか。
普通に考えて、人が発光現象を起こすなんてありえねえぞ。お一緒だん。あ、どうやら、無事みたい、だな。お。親父。は？う、う？もう少しであんなことやこんなことされるところだったわ。エロ同人みたいに？エロ同人みたいに。ま、マジかよ、クソ、あと少し遅ければ、アミート職種のあんなことやそんなこと。てめえ、まだそういうこと言うか。いいだろう、特別に初段には職種と沼の底でイチャコラする権利を与えるぜ。おいやめろ、男が職種にあれやこれされちゃうって、誰得だよ一体。お前んとこの耳戸島あたりなら、あるいは。ねえよ。ねえよ。ちょっと、取り込み中悪いけど、あたしをちゃんと連れてってよね。ああ、そうだったな。安心しろ、子供をこんなところに放置していくほど俺も鬼畜じゃねえぞ。今度からは、ちゃんと人の言うことを聞けよ。こんな奇跡、二度は起きねえんだからな。うん、ごめんなさい。それと、助けてくれてありがとう。よし、ならとっとと家に帰んぞ。あのよ、いい風に話まとめようとしてんけど、初段、お前がやったのって何だよな。し、黙ってればいいの。なに変なこと言っちゃってんだろうね。このまんじゅうはさ、あはははははは。へぇ、へぇ、そんなこと言っちゃうんだ。いい歳したクマがよ、子供を騙すようなこと言っていいのかよ。すいません、俺クマなんで、言ってることが全然わかんないクマ。おうてめえふざけんじゃねえぞ。こっちには証拠の動画があるんだ。これを見ればお前のやったことは、すべてまるっとお見通しなんだぜ。はぁ、はっはっは、愚かなりクソまんじゅう。そんなもん俺が編集しちまえばどうってことないんだよ。残念でーしたー。おいクマとまんじゅう、戦闘だぞ。いつまでじゃれてんのよ。それどころじゃないんだぜ。今はいかにしてこのふざけた18金クマを社会的に殺してやろうか、考えてんだ。後にしろ。は、たかがまんじゅうが俺をどうしようってんだ。そんなことしてる暇あんなら少しは借金返済のことでも考えたらどうだ。まあ、あんこだけの頭でいい案が思い浮かぶとは思えねえけどな。あんだけに。ふむむ、クマのくせにうまいこと言いやがる。別にうまくないでしょ。くっそ、絶対借金全額返済してやる。そしたら初段を社会的に抹殺する方法を見つけてやるんだ。見つかるといいですねー。でもその前に返しきれるのかなー。くっくっくっく。え？さっきとレベルが違うって？気のせい気のせい、詳細は右下を見ればわかるなんてことはないぞ。でも腕力が3上がったのはラッキーだわ。ところで初段、結局聖なる水を取りに行かなかったことにしてるけど、大丈夫なのか？大丈夫なんじゃね？もしあのモンブランアイスソードがイチャモンつけてきたら、アミーのことを引き合いに出してやるよ。お前が同行許可しなかったせいで娘が危険な目に遭ったんだぞ。え？まあ、実際は取ってきてあるんだけどな。でもあんまヒゲモンブランをいじめんなよ。ただでさえ夜な夜なアイスソードがアイスソードがあって言ってんだからさ。もう、敵が多くて嫌になっちゃうわ。どうにかしてよ。これがクソゲーたるゆえんだな。ファミコン並みのエンカウント率。まあこれもボタン連打で少しマシになる。らしい。でも、音楽は私好きだわ。なんか懐かしいもの。戦闘曲とか聞いて、ピンとくる人もいるだろうけど、このゲームの音楽担当はテイルズやスターオーシャンで有名な桜庭さんなんだ。へぇ、知らなかったぜ。さて、ようやっと村に帰ってこれたな。うちに帰る前にセーブしてくぜ。それと、今回はここまでだ。初段、セーブしたらガンプラ作ろうぜ。マスターグレードのガンダムバージョン3を買っといたんだ。ねえねえおじさんお家ないの？あたしたちこの後うちに帰ってあったかーい食べ物食べてふかふかのベッドで寝るんだよ。おじさんご飯は？寝るところは？ねえねえないの？もしかしておじさんホームレス？いやだわ、臭いから近寄らない。いや、やめろー。やめて、おっさんのライフはもうゼロよ。少しは手加減してあげて。手加減ってなんだ？じゃあな。またクソゲーの世界を見たかったら見に来いよ。あと、コメントしたりしてくれたら俺のモチベーションが上がるからよろしくな。ビヨンドザゆっくり、前回のあらすじ。前の動画見ればわかるぞ。いや待てよ。その前に、この4ヶ月間何やってたか言ってみろよ。まあ待て、イベントが始まったからその話は後にしてくれや。ぐぬぬ。よくやったなアイスソード。約束通りやした。城に連れて行くアイスソード。申し訳ねえが露骨ながらハドアピールは NG。 それよりもアニータン、パパのお仕置きを受けましょうね。何それキモい。近寄らないで。なんなんだよこの家族。特に強く引き止めもしなかったのに、アニーを叱る権利があるのか。探す素振りすら見せずに家の中でくつろいでるなんて、俺には信じらんねえよ。お前ら本当に人の親か。初段、よその家族の事情なんだからそんな食ってかかるなよ。リアルでもつい最近よその父親に怒鳴りつけてたじゃないか。うるせえな、俺はてめえの子供を泣かせる親が許せなかっただけだ。小さな子供が泣いてたんだぜ。理由なんてそれだけで十分だろ。
初段はそうかもしれんけどさ。というか、お前のリアルなんてどうでもいいんだよ。せやな。お前ら、アミーターを危険な目に合わせたから飯抜きな。はぁ、待てやモンブラン、俺らは関係ねえだろうが。今はが息子の声が聞こえたような気が。気のせい。なのか？パパ、あなた疲れてるのよ。かもしれんな。ははは。というわけで、今日はもう寝よう。明日も早いしな。え、ちょ、私たち今さっき帰ってきたばかりなんだけど、本当にご飯なし？いいよなあんたらは。俺らが帰ってくるまでに飯食ってたんだからさ。パパ？いや聞こえるんだ、息子の声が。どうしよう初段、パパが壊れちゃったわ。ソーダ味のアイスバーを与えれば大丈夫じゃね？パ、ま、パーマ、なんだ？俺のテント2軒か売ってんのか？誰もんなこと言ってねえよ。な、なんてことだ。お前は、息子のベルーシ。あ、これあかん BGM だ。そのベルーシ、死んだな。え？ベルーシ？誰それ？アミーの兄だってさ。ちょ、黙るなし。お、本当に倒れてる。てかよ、家のドア開けっぱなしだったから普通に見えるんじゃないのか？あ、アミーたん。もうちょっとこっち来て。パンツが見えない。はぁ？何言ってんのキモいわ。ママのでも見てなさいよ。ベルーシ、お前に見せるアミーたんのパンツはねえ。お前ら少しは台本通りに喋れよ。お前がそれを言うな。パパ、いつ誰がそんなことを決めたんだい？父親だからってさ、娘を独占していいわけないよ。いいじゃん別に、娘なんだよ。パパのお嫁さんになるって言われるのが、私の夢なんだもん。安心してパパ。いいえ、アイスソードさん。死んでもそれは言わないわ。あっ、なんか親の関係立たれてない。親父様、アミータンは僕と結婚するんだもんね。ベルーシさん、私自分のことしか考えられない人はちょっと。あっ、おかしいぞ。まるで初対面みたいな接し方されたぞ。お前らプリンセスメーカーやシスタープリンセスのやりすぎだろ。突然何言い出すんだこいつは。なあ、このやりとりいつまで続けるんだ？カットしていい？いいよな。戦闘とかならいいけど、イベントはカットしちゃいかんでしょ。うわ、何これ、私の体光ってんだけど。え、それやばくね？爆発したりしねえよな。あの、僕も光っていいんだけど。あ、なんか言ったか？ BGM がでかすぎて聞こえねえよ。うわ、今度は宙に浮いちゃったよ。あ、私わかったわ。きっとこれフリーザ様ごっこすればいいのよ。あ、いいっすねそれ。じゃあ、行くよ。ゲットして。あ、ありのまま今起こったことを話すぞ。爆発したかと思えば息子の傷が治っていた。な、何を言ってるかわからないと思うが。はいはい、ボルナレフオッツ。そのままコッパみじんになればよかったのに。ベルーシどころか、私たちまで、いやそれどころか世界が滅んじまう雰囲気だったのは気のせいか？それにしてもよ、二人とも倒れてるが、すごくシュールな絵面だな。90年代のゲームだしな、それはしょうがないと思うぜ。なんでや、ハヤさんは関係ないやろ。というか、さりげなく娘の胸触ってんじゃねえよ。今の後で兄に報告しとくぜ。お前、あ、おっさん死んだな。そのモンブランみたいな顔も今日で見納めか。悲しいな、カッコ坊。お願いそれだけは許して、何でもするから。あ、今何でもするって言ったよな。というわけで、私は決して自分の娘に欲情してたわけではないのです。そんな言葉はいらないわ。罪の意識があるのならそれ相応のもの、が必要だと思うのよ。具体的にはお金。なあ、そろそろ台本通りに進めねえか。でさ、一つ気になることがあるんだけどよ。なんだよ初段、さっきの爆発なら編集だから実際は違うぞ。その編集を俺がやってんだよ。で、さっきから出てるマリオン城、この村から北にあるんだよな、モンブラン。あ、そうだが、それが一体どうしたんだ。つまり RPG でいうところの上方向にあるってわけだ。さっきからなんだよ、言いたいことあるならさっさとしろぜ。ああ、だからよ、敵兵に襲われて瀕死だったベルーシが、なんで山に囲まれた村の南側に倒れてたんだ。そういえばそうね、城から直接来たなら村の西側にいるはずだものね。初段、お前ベルーシを疑っているのか？もしかしたらすでに敵兵に洗脳されてるかもしれないじゃないか。待て、ベルーシは重傷だったんだぞ。アミーが回復魔法を使えるようにならなかったら死んでいた。これはどう説明する？敵はあんたをおびき寄せるのが目的だ。死のうが生きてようがどっちでもいいんだよ。台本とは一体何だったのか。あのですね、非常に言いにくい空気なんですけど。なんだよ、あんたには後でいろいろ吐いてもらう予定なんだ。言い訳ならその時に言ってくれ。実は僕、高校音痴なんですよ。
メルーシ、お前それ、ジョークで言ってんのか？いえ、冗談ではなく、ここに来るのだって4ヶ月くらいかかりましたよ。初段が失踪していた期間と一緒だぜ。ばっか、失踪してねえし、ちょっと我らの団のハンターになったり、極東支部で荒神と戯れてただけだし、こんなんうちの島じゃ失踪になんねえし。重くそ遊んでんじゃねえか。じゃあ呼べるし、なんでお前村の南側で倒れてたんだ？ですね、城から下の方に進んでたら海に出ちゃいまして。で、なんやかんややってたら岩山から転げ落ちてしまい、偶然見つけた村に入ったらここだったんです。それであんな大怪我してたのか。おやじ、頼むんだったらもうちょっとマシなやつにするべきだったんじゃねえか。あ、それ私も思ったぜ。というわけで、マリオン城に行きましょう。唐突だなおい。まあ、おやじも気になるし行くけどよ。というわけで早速行きましょう。あ、ごめん、モンハンの勲章コンプリートするまで待ってくれ。コンプリートした試しがない人の言うことなんて聞きません。ぬぬぬ、今作の勲章って120だっけか。初段はいくつ取ったんだよ。あっと、100くらいだったかな。微妙だぜ。微妙ですね。お前ら片手剣でボコるわ。おーおー、アニーターン、お兄ちゃんが恋しくて来てしまったのかい。はぁ、何言ってんのこの人は。シスコン特有の病気だから気にするな。ちなみに死ぬまで治らない。救いようがないわね。ママ、二人だけだと心配なの。主に回復面で。おう、寝たい寝たい。行かせてくれないと一生口聞いてやんねえぞ。はい、カイエス、どっちなの？オーケーせざるを得ない。じゃあ行ってきます。ゲーム終盤まで会えなくなるけどな。おう、ひどいひどい。パパごめんよ、アニータンは僕が責任持ってお世話するよ。おめえの出番、あと2、3パートで終わるよ。どういうことそれ？数パートでいなくなる。あ、それ以上はあかん。え、僕どうなるの？ねえ、誰か教えてよ。あ、そん時になったら教えてやんよ。それ、世間的に言う、時すでに手遅れ状態だよね。これ、ロマサガ2のラストバトル後のシーンに似てるな。動画開始8分でようやく操作できるようになった。イベント長すぎー。それじゃあマリサくん、例のやつ始めちゃって。例のやつってなんだよ。ばっかだなマリサくんは。いら、例のやつって言ったらコメント返しに決まってるじゃん。知らねえよそんなもん。やってくれたらお嬢様がバイト代弾むって言って。全力でやらさせていただきます。必死だな、おい。じゃあまずは最初のコメント。このゲームのゆっくり実況待ってました。それ本気で言ってんのか。こんなのより面白いゆっくり実況なんて腐るほどあるぞ。でもありがとう。時間的にも次で最後だぜ。ゆっくりがひどすぎるな。あーあー、聞こえんなあ。とまあこんな感じで、移動なんかの時にでもやっていくんだぜ。初段の言動があれだけどな。まるで俺の口が悪いみたいな言い方だな。はぁ、あ、着いた。つうかよ、村を出てすぐじゃん。どうしたら4ヶ月も迷うんだ。どうしてなんでしょうね。こっちが聞いてんだよ。てか、もう占領されちまってんのな。普通に入れたけど、そんな警備で大丈夫なのか。大丈夫でしょう。だって、電波2万銃、そしてマイエンジェルとゾレを守護する騎士、どこからどう見ても無害ですよ。レベル1の騎士様が何か言ってるわよ。寝言は寝てから言ってほしいですな。僕、泣いてもよかですか。ベルーシドドンマーイ。大した武器は置いてないって。バンドール軍ってもしかしてバカしかいないのか。普通武器類は全て押収するだろ。別にいいじゃない、私たちにとっては都合がいいわ。そうだな、次の町までかなりありそうな気がするし、買い揃えるとするか。ちょうど人数分買えるしな。とか言いながらなんでキャンセルしてんだよ。いや、隣の店も確認したかったというか、後でちゃんと買うから。ねえ初段、このリフレッシュハーブってどんな効果があるの。知らんな。え、誰か、アイテムの効果とかがわかる攻略サイト、知りませんかね。何迷ってんだぜ。金が微妙に足りないんだよ。とりあえず俺の防具と、あとはアニーの武器だけでも買っとくかな。このゲーム、物理で殴ることが多いしな。魔法使いタイプでも強い武器を持たせるに越したことはないぞ。それより初段、前の装備を売ったからアニーの防具が買えそうだぜ。お、本当だ。じゃあこれで全員分の装備が揃ったな。え、全員、僕のはないのですか。あ、ねえよそんなもん。この喉が主人公で本当にいいのだろうか。じゃあ代わりに今まで着てたアニータンのベスト。もう売っちゃったよ。嘘だ、どんどこどーん。
さて、買い物も済んだし、ちょっくら観光でもしてきますか。バンドール国はまだまだ領地を広げていくのだ。これでは他国も一流の仲間入りだわ。はっはっは。そう。ねえ、町の入り口にもあったけど、このサムソンって誰なの？あと国家錬金術師の名前もあったわね。ベルーシなら知ってんじゃね？いち、お、う、騎士なんだしさ。はい、この国でサムソン殿を知らない人はいないくらい有名な方です。そしてかなり強いです。だからこそバンドール軍も必死に探しているのでしょう。で、今マリオン兵が無駄なことしに行ったけど止めなくていいのか？ほっとけ。彼は勇敢に、そして無謀にも敵城に突入していったんだ。俺たちに止められるわけないだろ。本音は？巻き込まれたくねえんだよばあーか。それを聞いて少し安心した私がここにいる。それで今度は何をしてるのかしら？いやね、とある情報筋によると、この墓場にいいものが見つかるらしいんだ。だから今それを探してるんだよ。ふーん、見つかるといいわね。あ、見つけた。結構すぐ見つかるんだね。で、このリングなんだけど、とある技を使うと金を増やすことができるらしいんだ。具体的にはどうやるんだ？確か、ロマサガ3の指輪を転がすのと同じ感じかな。それでわかる人いるのか？結構有名な技だし一人くらいいるだろ。それでよ、この技は縛らない方向で行きたいんだが、いいだろうか？正直、こうでもしないと動画がぐだりそうなんだよな。OK なり、ダメ絶対なり、コメントしてくれると助かる。コメントがなかったらどうするんだぜ？そん時は OK、ってことで遠慮なく使っていく。一人でもコメントしてくれるといいな。いるといいな、カッコ棒。特に何もなかったからカットした。話すことないからな、仕方ないぜ。マリオン国の勇者サムソンは最後まで戦っていたそうだが、町のどこかに隠れているとかでバンドール軍が探しているんだ。なんか、文章おかしくね？お、急に騒がしくなったな。おい貴様返事をせんか。おや、貴様は。なんかすっげえ嫌な予感がするんだが。気分だな、私もだぜ。おい貴様返事をせんか。おや、貴様は。ダメー、そんなの入らなひげー。いやらないか。やらないか。ふふふ、嫌だわ、見つかっちゃったわ。やらない。ゆらりゆらり、貴様は勇者サムソンっていうかおねえだったの？おい、近くに近づくな。かなりヤバいのさ、助けてだい。いや、いい男ばかりで目移りしたいそうだわ。だ、ね、よ、う、か、な。おめえなんて怖くねえ。野郎ぶっ殺してやらー。さあ、行くわよ。探すふりだけして解散しよう。開幕1分で、これかよ。いやな、イベントだったね。初段、もういいでしょ、手を離して。あー、すまんな、アニーにはかなり刺激が強いからな、見せられねえよ。なあ、あんなのが、この国の勇者なのか。そうですよ。いやー、さすがサムソン殿、見事なまでの腰さばきでした。おいベルーシ、あの音楽が流れたから気づけたものの、もしアニーの目隠しが間に合わなかったら、どうするつもりだったんだ。うむむ、それはダメだ。クソーサムソン殿、僕のアニータンになんてものを見せようとしたんだ。許せないぞ。さっきと言ってることが全然違えぞ。こんなことを言っていますが、アニーさんはどう思われますか？え？なんで私に聞くの？ベルーシさんが勝手に言ってるだけよ。私とは何の関係もないわ。ははは、恥ずかしがっちゃって。ほんとアニータンは可愛いですね。お前、今アニーの好感度がどうなってると思う？もちろん高すぎて振り切ってるに決まってるじゃないですか。あ、そうだな、振り切ってるな。マイナス2よ。こいつ、全く反省してないぜ。やっぱり城には入れなかったな。だが、隅の方に宝箱があって、煙玉を手に入れたぞ。指パッチンのおじさん、お疲れ様です。サムソンやい、ダメだ、返事がない、カッコボン。やつがいないわけがない。お前も見ていたはずだ、かっこいいミシン。
どこにもいないぞ。奴はどこに消えたのだ。奴がいないってことは、拒めずに済むわけだ。残念。あ、サムソンめ。おお、おぎ気づいたか。ふん、くくくきほどどどどど。くそ、あと少しでインペリアルクロスができそうだったのに。で、これからどうするんだぜ。あの、サムソンを探すのか。あ、そうだな。探さないと進みそうにないし、な。で、ここがサムソンが出てきた小屋だな。なんかわかりやすい仕掛けがあるわ。うわ、これは簡単には見つからないぞ。しらじらしいこと言うなぜ。この下には何があるのかしら。びっくりするほど狭いぜ。スイッチのためだけに作られた空間だな。制作者のズボラっぷりがいかんなく発揮されてるぜ。ねえ、今なんで押さなかったの。いいえ、と言える人間になりたい。意味わかんねえぜ。すごい振動だったけど、何が起こったのかしら。さあな、それらしい場所を探せばわかるだろ。結構な衝撃だったのに、常人どころかバンドール兵すら動かないのな。ちょっと、脚本どうなってんの。適当すぎんよ。残すところはここだけだな。まあらしいっちゃらしい場所だわな。さっきまでいたバンドール兵がいないな。空気読みすぎだろ。いないに越したことないわ。早く行きましょ。敵です、行きますよ。アニータイム変化。最後聞きづらかったけど、今俺のことテンパって呼んだか。なあ、俺の髪型がサザエさんみたいだって言ったよな。あ、誰もそんなこと言ってねえよ。過剰に反応しすぎだぜ。そうよ、レベル1の騎士様の言うことなんて真に受けちゃダメだわ。ふむむ、今に見ていろよ。必ず強くなって、ついでに魔法も使えるようになってやるからな。ははは、ワロス、お前が強くなるなんて強化改造されない限り無理無理。初段、さすがにそれは言い過ぎだぜ。あ、はいはい、すいませんでした。おい、不正はなかった。カットしてんじゃねえよ。編集の力ってすげえ。おい、今僕のレベルが上がりましたけど、それをカットしたことに何か言うことはありますか。編集の力ってすげえ。同じ敵をダラダラ流す必要ねえよな。ちなみにこの戦闘で3人ともレベルが上がったぜ。で、この岩が邪魔だな。なあ、誰か爆弾持ってないか。前回のアニーの力使えばいいんじゃねえか。すいません、それ来月からなんですよ。ガーンだな、出花をくじかれた。なんでまた家を選んでんだよ。レベルも上がったし体力とか回復したかった。長いからまたカットした。初段にしては賢明な判断だぜ。伊達に20年以上 RPG やってねえってことだよ。そんなことはどうでもいいわ。岩動かすのお手伝ってよ。もう終わってるじゃん。こんな岩、僕だけで十分です。じゃあなんで最初から名乗り出なかったんだよ。なんか聞こえてくるんだけど、俺先に行きたくねえよ。尺がねえからさっさと行きやがれ。まだサムソン殿に追いつけないのか。おめえこの曲が聞こえねえのかよ。聞き慣れているんじゃないかしら。手遅れなのよきっと。ああ、同じ城の騎士だしな、聞き慣れて当然か。私のお尻を追いかけてきたの。いいえ、ストーリー上仕方なくここに来ただけです。サムソン殿、私です、ベルーシでございます。あらん、ベルーシちゃんじゃないの。アイラ村に行ったんじゃなかったの。はい、4ヶ月迷ってましたが、なんとかついてここに戻ってきました。戻ってきちゃったの、いけない子ね。でも個人的には嬉しいわ。サムソン殿、私は足手まといですか。あの、無視しないでくれませんか。ところでベルーシさん、後ろの平面パーマの子は誰。すっごい気になるの。あ、私は通りすがりのただのゆっくり実況者です。覚えなくても結構です。なんで急に敬語で話してるの。こいつ、面倒ごとになるとすぐこうなるんだぜ。ふん、そうなの。初段、諦めろ。ここに来た時点で面倒に巻き込まれてるぜ。ああ、めんどくせえな。あ、そうだ、皆さん明けましておめでとうございます。今更だけど、一応な。なんだよ突然、不自然すぎるだろ。いや、6分40秒あたりまでは去年に編集していて、そっから先は今年に編集し始めたからさ。この動画もいつ上げられるかわからないからな。というかもっと編集スピードを上げればいいだろ。誰にも集中力ってものがあってだな。モチベーションが長く持たないんだよ、許してくれ。というか ID 声上げるな、決めんだよ。アニメ見ながら編集してたら、そりゃ遅くもなるだろ。ふひひ、さあせん。もういいかしら、
私はこれからエドワード王子を助けに行こうと思うの。国家錬金術師かしら。かもしれんな。ゼルーシが今自分たちも連れて決定出したぜ。私たち、この人とは何の関係もないわ。二人だけで行って、どうぞ。そもそも、こんな子供を連れて行くなんて、普通の大人なら許可するわけ。許可したぜ、このオカマ。マジかよ。どうやらこのオカマには常識は通用しないみたいだぜ。これがクソゲーのなせる技なのか。洞窟を抜けると、そこは牢屋だった。帰りてぇ。あらん、ダメよ。王子を助けるまでは確かめさないから。こんなところにいられるか、俺は帰ってディスガイアやるんだ。このゲームをやれよ。ところで、何気なく隠しアイテム取ってんだけど、これどんな効果があるのかしら。装備したやつの声が変わるんじゃね。お前知らないのかよ。だってよ、この隠し場所が書かれた攻略サイト、ストーリーしか載ってねえんだもんよ。ああ、だから前回あんなこと聞いてたのか。リバースドールみたいな効果だったら嫌だから装備させない方向で。道具整理カット。渡すたんびにメニュー開かないといけないなんて、面倒だぜ。ボードラクエみたいに袋が欲しいもんだぜ。アイラ村のアイテムボックスなんてもう使えねえしよ。ねえこの人、前回無謀にも王子を救いに行った兵士だわ。予想通り捕まったみたいね。捕まっただけで済んでよかったな。俺が敵兵だったら王子の前でむごたらしく始末してあげるのによ。お前人間じゃねえ。ちょっと、王子がいるのに無視して進もうとしたでしょ。いかんのか。うふん、悪い子ね。後でしっぽりとお仕置きしてあげるわ。そなたたちは誰だ。おお、サムソンじゃないか。早く開けてよね。というか初段とマリサ、来るの遅いわよ。私この牢屋の中で年越しちゃったわよ。どうしてくれるのよ。なんで霊夢がいるんだぜ。キャラ付けがしてない。男の声だと違和感。女性位置がしっくりくる。ならいいじゃん。仕方なかった。オッケー把握。身内の問題もいいけれど、こっちの問題にも集中してほしいわん。よーし、お兄ちゃん頑張っちゃうぞ。じゃあ私の盾になって、死ぬまで。はい、喜んでおいおっさん、なんだよその格好。生足と腕の露出がさねえんだけど。つか俺の後ろに立たないで。お尻がゾワゾワしてる。はぁ、よくも私の王子をあんなくっせえ場所にぶち込んでくれたな。この腐れ下道どもが。ちょ。はぁ、なんなの、このおかま。このクソじが出てんだけど、やっぱり男じゃんこいつ。すごいわこのおじさん。あっという間に二人倒してしまったわ。うおー、僕も負けませんよ。お嬢でやもう全部このおっさん一人でいいんじゃね。なあ、さっきから人が弾け飛んでんだが、それに関して何もないのかよ。この世界ではよくあること。あまり気にするな。そうか。逃げるなゴリラ。それでも金玉ついてんのか。サムソンさん。は、あたしとしたことがちょっと熱くなっちゃったみたい。ごめんね、怖かったでしょ。あ、はい。さっきのも今のもどちらも違う意味で怖いです。ですからこっち見ないでくれませんか。あら、嫌だわ。もしかして照れちゃったかしらん。ねえよ。ほんと、食べちゃいたいくらい可愛いわね。あ、すいません。さっきから何してるの。多分確認せずにあのイベントになった人も多いんじゃないかって、ウプ主が。へぇ、そう。で、初段は何してたんだ。ちょっと、通報をね。身の危険がたないからよ。あん、ひどいわ。僕は見たノトリケガンを知っておるランナーマセンガドカエルリクオギトトモイナリアンカポスクテクダサイ。金が出るならやってあげますよ、にっこり。何してんのよ、早くその鍵を使ってこの扉を開けてちょうだい。話してんのは霊夢だけど、文章が気に入らねえ。心底気に入らねえ。よし、国家錬金術師もいなかったし、そろそろ家に帰るとしますか。いやいやいや、帰ろうとするなし。ストーリーが進まねえだろうが。だってよ、あのガキスって言うぜんだもんよ。どんだけ甘やかされてきたんだよって。うふふ、初段ちゃん、王子を助けるまで返さないわよ。くっそ、あのオカマのせいで出口に近寄れねえ。なんでそんな尺を伸ばすようなことするのかね。誰だってあんな態度取られたら助ける気も失せるだろ。もういっそ処刑されちゃいなよって、思ったりしない。お前だけだろ。ゲホゲホ、なんてバカ力だよ。バンダナしてなければ骨折してたぜ。おじい、よくぞご無事でー。うわ、何このおっさん、気持ち悪い。あたし嬉しすぎて妊娠しちゃいそう。何それきめー。サムソン殿急ぎましょう。とは言ってもどこに行けばいいのでしょう。
とりあえず王子と一緒に人気のない場所に。いやよ、そこの自称騎士と言って、どうぞ。私にいい考えがあるわ。ほほう、話だけなら聞いてやる。東のザラ文国に助けを求めるの。そこで私と王子の結婚し。わかった、お前はもう喋るな。女王は父さんの妹だし、きっと力を貸してくれるよね。お言葉ですが王子、一国の王が市場で兵を動かすのはまずないと思われます。え、なんで？ザラ文国にとってマリオンを救って利益はあるのか。そもそもマリオンの王子という証拠はあれば別ですが、というかそれ以前に。それ以前に？いえ、確証もないことをここで言っても仕方ないですね。行く当てもないし、とりあえずそのザラ文に行ってみない？ああ、そうだな。なんか戦闘を任されちまったし、この国に留まるのも危ねえし、行ってみるか。ところで、この国の兵ってどうなったんだろうな。この牢屋の兵士しか見てないぜ。さあな、処刑されたんじゃね。おま、もうちょっと言葉を選べよ。じゃあ、制作者がそもそも作らなかった。でいいか？お待ちなさい。もう、誰よ。ざわ、ざわ、ざわざわ、ざわ。ふっふっふ、このガミー様が見つけた鏡はエドワード王子を逃がすわけにはいかない。やあ、出たー。妖怪しすぎるお化けー。やべえよやべえよ、なんか変なババアが来ちまったよ。ラムーダかワムーダか知らないけど、ゲテモノで言うならうちのサムソンも負けてないぞ。ひどいわ、でも私の方がまだ全然マシだわね。さっき匿名で坊やに変態がいるって電話があって来てみたが、いるのは筋肉モリモリマッチョの変態じゃない。誰がマッチョだって。変態なのは否定しないのかよ。私はどこ見てもいい女の子よ。どこからどう見てもおっさんじゃない。天文のババア、肛門のおっさん、もうダメだ、おしまいだ。ねえ、これ私たち逃げた方が良くないかしら。だが残念、目の前のアリ長官な光景にバレッと動けなかった。冗談じゃねえ、こんなところにいられるか。俺だけでも返してくれ。はっはっは、一人だけ逃げようだなんてそうは問屋が下ろしませんよ。くそ、ベルーシのくせに生意気な。主人公が逃げてどうすんのよ。なんなんだ今のは。上から来るぞ、気をつけろ。さ、サムソーン勝った、第三部神。よっしゃー、よくやったババア。いい度胸だねサムソン。この剣単戦に免じて一回だけ見逃してあげるよ。ついでにレベルを維持にして、おまけにその性格を正してやったよ。マジで？電車は許せねえか、校舎は大歓迎だぜ。念のためもう一度言うよ。今回だけ逃がしてあげる。次に会ったら初見殺しをお見舞いしてやるから、期待して待っててね。ラムーとやらの魔力、なんと恐ろしい力だ。でござる。ねえ、今ござるって言わなかった？言ったぜ、ござるってよ。もしかして、さっきババアが言ってた。うむ、今は拙者のことよりも脱出することが先でござる。きえやー、普通に喋ったー。さ、サムソン殿。いつものお姉口調はどうしたのですか？あの、泣く子も白目を向くくっそったない喋り方はどこへ行ったのですか？ベルーシ、お主は何を言ってるでござる。拙者の喋り方は今も昔もこうだったでござろうが。嘘だ、こんなのサムソンじゃない。でも、こっちの方が大歓迎です。兄、お前頭の良さがござるに負けてるぞ。そうよが、そんなんでいいのか？いいのよ別に、私には腕力があるんだもん。うん、完全に脳筋だね。とりあえず MP だけ伸びてくれれば十分。初段殿、待ってほしいでござる。なんだよ、キャラ設定に文句があるのか？違うでござる。今回はここまでしないか、でござる。ああ、そうだな。結構長くなったしな。ここで一旦お別れといこうか。ダメ取りした分がここまでだからね。仕方ないぜ。次回以降のためにレベルを少し上げてきてほしいでござるよ。ダンジョンとかグダグダにしたくねえしな。ちょっくらマックスまで上げてくるか。まあ、マックスとはいかんでも、それなりには上げようと思うぜ。いいよな、返事は聞いてない。といったところで、今回はここまでよ。そろそろモエモンの方も進めてもらえませんかね。ああ、考えといてやるよ。じゃあまあ、次があったら見てくれよな。じゃあの。頭が割れそうだった。だけど唐突に理解した。これが真理。どうだった？そうだ、俺の人体錬成理論は間違っちゃいなかった。でも足りないんだ。
もう少し先に俺の求めているものが人体錬成の真理があった。お願いだ、もう一度見せてくれ。ダメだね、これだけの通行料だとここまでしか見せられない。通行料？そう、通行料。等価交換だろ、錬金術師。ってなことがレベル上げ中にあったんだよ。開始早々何してんだぜ。あ、ちなみに今現在のレベルは30だ。人の話聞けよ。というか、序盤でよくそこまで上げたな。あ、序盤でレベル上げしたいやつはマリオンを出て東にある岩山沿いを歩いてると幸せになれるぜ。そんなことはどうでもいいわ。私ママが気になるの。一度村まで戻ってくれない？バンドール軍が攻めてきてるしな。いいぜ。なお、これからはフィールド及びダンジョンでは倍速、戦闘は極力カットしていくんだぜ。ウィンドウはファンタジーらしい色にしてみた。これは、どういうことだ？村の人たちが妙にピリピリしている。そっか、バンドールが攻めてきたのを知ったのね。それよりも、なんだか村のみんなが私たちを変な目で見てきてるわ。どういうことかしら？このおばさん、すげえ危ないこと考えてるぞ。平和、ね、他国を侵略するような国が治めても、そんなの望めないと思うぜ。平和を望むのはいけないというのか？別に悪いとは言ってねえよ。その人の自由なんだからよ。随分他人事みたいに言いますね。そうだな。実際他人事だしな。な。あなたって人は？おいおい、なんで身内で喧嘩してんだよ。少し頭冷やせよな。そうよ、平和は自分で勝ち取るものだわ。ねだるな、勝ち取れ。さすれば与えられん、よ。おう、アニータン。難しい言葉知ってるんだね。後でジュースを買ってあげるよ。9本でいいわ。タル。タール。ノックしてもしもし。ママ、ドアを開けて。私よ、世界一可愛いアニーよ。鍵がかかってるようだし。パッパもママンもいないみたいですね。いないなら仕方ないぜ。江戸とおっさんの待ってる西の教会に行こう。ママ？ママでしょ？いるんでしょ？出てきてよ。ママン、パッパ、お願いです。返事をしてください。どうして、黙っているんです。なぜ戻ってきた？なぜって、そんな。ボルギを救ったそうよね。やはり、お前たちか。あなた方はボルギと共に、サナ軍の国に行ってちょうだい。サムソンも一緒だろうから、安心して任せられる。サムソン、レベル1になったけどな。ねえ、僕たちと一緒に行こうよ。でないと、置いていけないよ。パーティーの数が増えればそれだけ見つかりやすくなる。メタ発言、いただきました。それに、アイナムラのひとたちを見捨てていけないでしょ。いやだよパッパ、ママン、それなら僕はいけない。私はいいでしょ。私はママと残るわ。そんなわがままはいけないわ。サナ軍の軍隊を告げてこなければもっと多くの人が不幸になるのよ。さあ、わかったが言ってちょうだい。初段、お前の父親は簡単にはやられない。ララ軍に言ってくれ。ああ、わかったよ、ガラハットおじさん。さあもう行きなさい、そして気をつけるんだよ。兄、君は大事な戦力なんだ。ここで抜けるのは許されない。でも私、ベルーシ、お前は、あれだぜ。あれって何ですか？ベルーシ、お前は何のために騎士になったんだ？もちろん、この国を守るためです。
だったら、親の心配なんかしてる暇あんのか？お前ができることをほっぽり出して、それでガラハットのおっさんが喜ぶと思うのか？それは、初段の、言う通り、ですよね。僕はこの国の騎士なんだ。パッパもママンも、アイラ村のみんなも、僕が守らなきゃいけないんだ。そうだ。もう二度と会えないってわけじゃないんだ、だから。ええ、今はバンドールと戦うために、ザラ軍へ行きましょう。兄。兄はどうして初段たちと行く気になったんだい？ただ置いてかれるのが嫌だから、ってわけじゃないよね。私は、初段たちの力になりたかったの。回復魔法が使えるようになって、これなら誰も邪魔だなんて思わないだろうって、そう思って。大丈夫、誰も兄を邪魔だなんて思ってないぜ。初段たちには兄の力が必要なんだ。お母さんを心配するのもわかるけど、兄がいることでお母さんが危険な目に遭うかもしれないんだ。だから今は、我慢してくれだぜ。な。うん？私、ママのためにもバンドールと戦うわ。よし、いい子だぜ。さて、なんやかんややってるうちに教会に着いたぞ。それで、ここで何するんだっけか？エドワード王子からもらったロザリオを、神父様に見せるんですよ。ああ、そうだったそうだった。前回はババアの印象が強すぎてよ、他が霞んじまってたわ。確かにあれは衝撃的だったぜ。なんか色と陰悪も言う。おっと、それ以上は言っちゃいけねえぜ。あら？話しかけたら普通の対応をされてしまったわ。ロザリオを使わないといけないみたいね。よし、じゃあメニューから。使う、ロザリオ、神父。どこのシャドウゲートだよ。そなたは初段殿ですか？いいえ、違います。なんでそこで家を選ぶんですか？正直すまん。何らかの反応があるかと思ったけど、やっぱクソゲーだわ。そこまで考えてねえのな。はいはい、そうですよ。俺っちが初段ですよ。さっき家と答えた相手にやはりそうでしたか。なんてよく言えるわよね。お麦たちがお待ちです。レベルを上げるのも大概にしましょう。いやいや、このゲームに関しちゃ上げるに越したことはないんだよな。魔法が使えるやつは特によ。どういうことだってばよ。まあその辺はこの後にでも説明しようかな。戦闘システムなんかも含めて。遅いでござるよ、初段殿。いやー、めんごめんご。レベル上げに熱中しちゃってさ。それなら仕方ないでござるよ。仕方ないのですか？始めた当初は10くらいが目標だったみたいよ。それがなんでまた30なんて中途半端なレベルまで上げたんだろうな。昔のゲーム特有の強敵塩化ゾーンを偶然見つけちゃこっちみんなったみたいなのよ。ああ、最初に言ってたのはそれのことか。やる人がいるかわかんねえけど、挑戦するならレベルは8くらい必要だぞ。ステータスの伸びによっちゃもう少し上げる必要があるかもな。そんで、相手にするのは1体、多くて2体までだ。基本は魔法で攻撃、殴っても1しか与えられねえしな。結構簡単だな。そうでもないんだよな、これが。なんせ逃げるの成功率は限りなくゼロに近いからよ。3体以上出たら即リセットだ。と、ちょうど無意味な会話が終わったな。どう見てもパズルです。本当にありがとうございます。さっきの続きはまた後で話そうか。今はこれを解くのが先だ。おっさんも霊夢もわからなかったのかよ。拙者頭を使うのは苦手でござる。考えるの面倒くさい。そっか。ちょっと、バカを見るような目で私を見ないでよね。さて、パズルを解く前に戻ってセーブするか。で、この声は。ババア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 。綺麗な人でござるな。おい、サムソン、お前目にが病でも刺さってんじゃねえのか？刺さってないでござる。ちなみに拙者の視力は 4.0 でござるよ。誰も聞いてねえよ、そんなこと。はい、ということで負けイベントです。パズルを解かずに戻ろうとすると発生するぜ。なぜ戻ったし。できる限りイベントは見せたいんだよ。言わせんな、恥ずかしい。両脇のエロ毛に出てきそうなオークロード技子です。魔法で一掃できます。ですがそれなりのレベルは必要です。で、問題のババアですが、こいつは相当レベルを上げないと倒せないと思います。なんでさ。なんせ、通常の行動に合わせ、ターンの最後に再度攻撃してきます。何それ、卑怯だぜ。それに加え、クリティカル、2回攻撃、ガードの発生率がかなり高いです。殴りはほぼ通らないと思ってください。これはひどい。本来、それらの発生率は運の良さに関係しているようで、多分、逃げる確率にも影響してるんじゃないかと俺は考えてます。素早さ、このゲームでは身のこなしか。それは関係ないのか？あるのかもしれない。すまんか、俺にもよくはわからないんだ。なんせ、情報が少なすぎるからな。仕方ないぜ。お、2回目の行動だ。というか、
まだ霊夢の順番が回ってきてないぞ。どういうことだ？知らん。ゲーム開発者に聞いてくれ。そんで逃走は選んだ瞬間発動するんじゃなくて、順番が回ってこないといけないんだ。そして、逃げるの判定もあるから、むしろ倒した方がいい場合もあるんだ。そっか、さっき言ってた共演化ゾーンの話もそういう理由があったんだな。そういうこと。逃走確率ゼロで、倒されるまで逃げ続けるより、リセットしてやり直した方が早いんだよ。じゃまあ、一通り話したと思うし、やられるまでカットだ。はい、10分くらい経った動画がこちらです。3分クッキングかよ。そしてベルーシはしめやかに爆発資産。はい、ベルーシの勇姿を見ることができたので、パズルを解くところまでカット。今度は戻らないでくださいよ。まあ、任せとけって。こんなのあっという間に解いてみせらー。フラグオス。じゃあまずは全体を見ておきますか。そんなこと言って、どうせまたカットするんだ。よし、見えた。はぁ？パネルの数、移動した回数、そしてこの女神像のうざさ。それらから導き出される答えは。これが、俺の勝利の方程則だ。なん？だと。すごいわ初段。一発で解いちゃったわ。ブラボー、おお、ブラボー。え、もう終わったの？私まだ桜トリック見てる途中なのに。バカな。こうもあっさりと。貴様、さては編集でごまかしたな。俺がそんな高度な編集できるわけねえだろ、ふざけんな。くそ、初段のくせに生意気だぜ。3×3 のパズルだからできるんだよ。慣れちまえば誰だってできると思うぞ。すっごい謙虚だな、憧れちゃうな。ここは全然解けなくてグダグダになるのがゆっくり実況のお約束だろうが。簡単に解いちゃってごめんねー。空気の読めないウプ主でごめんねごめんねー。果てしなくうぜー。ねえ、追っては来ないのかしら？私、ちょっと不安だわ。大丈夫だよ、兄ちゃん。もし来たとしても、お兄ちゃんが守ってあげるからね。いやよ、それなら初段の方がまだ全然マシだわ。まだ全然マシってどういうことだよ。ははは。これは手厳しいな。ちょっとくらい頼ってくれてもいいのに。だけど、誰が何と言おうと、みんなは僕が守ってみせるんだ。絶対に。何か言った？いや、なんでもないよ。お、なんでこんなところにシャッターがあるんだ？しかもこれ見よがしにこっち側に敷かれバーがないぞ。ちょっと、開けたんだったら遊んでないで早く行こうよ。そうでござる。でも、もしかしたらまたあの超絶美人に会えるかもしれないでござる。なんだか拙者ムラムラしてきたでござる。よし、わかった。おっさんはここに置いといて俺たちだけで先に進もう。拙者は一向に構わんでござる。ダメだこいつ、早くなんとかしないと。待ってください。その役目、僕に任せてくれませんか？え？ちょっと、何言ってんのよ。そんなことしたらバンドールに捕まっちゃう。もうすぐそこまで来てるんです。僕のことは気にせず先に行ってください。てめえ何言ってやがんだ。ベルーシのくせにかっこいいセリフ言ってんじゃねえよ。こんな時だからだ。僕が残れば時間稼ぎくらいにはなる。その間にみんなはザラブーに行ってくれ。そんなの、そんなのダメよ。いやよ、みんなで一緒にバンドールを倒すんでしょ？ああ、そうだよ。初段、兄、サムソン殿、エドワード王子、みんなでバンドールを倒すんだ。なんで？どうしてその中に自分がいないのよ。おかしいわ。そんなこと言ってないで早く行きましょうよ。もしかしたら逃げ切れるかもしれないわ。兄、聞こえるだろ？敵はもうすぐそこまで来てるんだ。誰かがここに残ってシャッターを下ろさないとみんなが捕まってしまう。ダメよ、きっと。きっとまだ他に方法があるはずよ。お願いだから、一緒に来てよ。お兄ちゃん。お兄ちゃん、か。初段、君はこの先の展開を知ってるんだろう？それは。だったら、僕に行かせてください。それに、時間を稼いだらみんなと合流しますよ。だから安心して、兄。本当？本当に後で来てくれるの？もちろん、お兄ちゃんは嘘ついたりなんかしないよ。すまねえ、ベルーシ。本当にすまねえ。さあ、そろそろ時間だ。初段、兄を頼んだぞ。任されたよ、大バカ野郎。初段、本当に行かせていいのかよ、あいつ。そんなの言われなくてもわかってるよ。ああ、くそ、汗が震える。喉は乾くし、目の奥がジリジリする。すごく、怖い。怖くて今すぐにでも逃げ出したい。ダメだ、僕はマリオン国の騎士だ。この国の未来と、それと、大切な家族を守るんだ。こんな恐怖になんて負けていられるか。さあ、行ってください。
そして、さよなら。お、お兄ちゃーん。ベルーシ、お前のことを笑って悪かった。お前は、真の騎士だ。その後、私たちは洞窟をさらに進むことになった。ベルーシがいなくなったことで兄はひどくショックを受けていた。初段もいつもの口の悪さはなりを潜め、兄のそばにずっといた。サムソンのおっさんは戦えない自分が悔しいのか、険しい表情をしていた。生意気なことを言ってたエドワード王子も、ベルーシの行動に何か感じるものがあったのか、考え事をしながらゆっくりと私たちの後についてきていた。暗い雰囲気のまま、洞窟の奥へと進む。その途中で迷子の神父を外まで連れて行くことになった。神父は空気を読んでくれたのか、私たちのことは何も聞いてこなかった。初段はすごく嫌そうな顔してたけど、無限ループには勝てず承諾していた。ようやく出口までたどり着いた私たちは、出てすぐの山小屋でベルーシが来るのを待つことにした。しかし、どれだけ待っても、ベルーシは私たちの前に現れることはなかった。ご報告申し上げます。エドワード王子以下マリオン軍の残党はザラ軍方面に逃走したようです。ふう、うまく逃げたわね。早速アドを追いましょうぞ。アドを追うのはおやめ。私もかなーんのだむー。約束は約束だからね。それに例えばラグーン行ったとしても援軍を連れては来れないさ。それに面白いものも手に入れたしね。我が軍の傀儡にでもしてやろう。お兄ちゃん、嘘つき、後で来るって言ってたじゃん。兄、ベルーシは兄殿を守るために死刑を赴いたでござる。拙者も残ることができれば、こんな呪いさえなければ。でもいつまでも待ってるわけにはいかないよ。まだ完全に逃げ切れたわけじゃないし。あいつは方向音痴だからよ。もしかしたらまた迷子になってるかもしれねえじゃん。それに強くなりたいって言ってたし、ついでに修行しているのかもしれない。だから次に会うのはもう少し先でいい。それまで強く生きるんだ、兄。初段、そうよね。いつまでも泣いてちゃいけないわよね。お兄ちゃんは絶対に生きている。だから今は私たちにできることをやりましょう。その意気だ、兄。それで次はどこへ行くんだ。北の洞窟か。いや、あの洞窟は途中で行き止まりになってんだよ。でっけえドラゴンが眠ってんのさ。マジかよ。じゃああとはこの森か。これならすぐ通り抜けられるじゃん。簡単簡単と思うよな。え、どういうことだぜ。つまりこういうことだってばよ。この木を見てくれ。こいつをどう思う。すごく単純です。洞窟を抜けたのに今度はデクの木様に入るの。面倒ね。拙者、行きたくないでござる。絶対に行きたくないでござる。残念だけどこれクソゲーなのよね。諦めて登るしかねえのよ。まあでも時間かかるから3倍速で行くぞ。全カットも考えたけど初見のやつもいるだろうし一応ね。それにしてもこれって自然にできたダンジョンなのかな。どう見ても人の手が入ってるように見えるけど。うわ、何これキモい。ダンゴムシみたいなのが転がってるわ。しかも階層を変えると元の位置に戻るようでござるよ。ああ、だから道を間違えるとかなり面倒なんだよ。敵も当然出てくるし。で、3倍速だから分かりにくいけど、押すとき慎重になってるのはどうしてだぜ。それはな、このゲームってボタンを押してから動くのに少し間が空くんだよな。どういうこと。つまり下を押して実際にキャラが動くまで数瞬の間が空くんだよ。時たま変な動きをしてたと思うけど、それが原因なんだ。操作性までクソゲーなのかよこれ。そのせいでこういったギミックで失敗してストレスが溜まり、そこに追撃の後援カウント率でさらに怒りは加速する。その戦闘もほぼ全部逃げてるな。倒しても全然美味しくないしな。どうせレベリングするならザラグーン方面についてからにした方がいい。モエモンの時も初段ってかなりレベル上げしてたよね。一番道路でリザードに進化させたり。そんなことして面白いのかよ。まあ、あの時はたまたまね。普通は時はのノリで進化させるよ。そうなのか。 RPG の楽しみ方なんて人それぞれだしな。初段の好きにすればいいぜ。いやっこい、ザラグーンに着いたらレベル上げと装備調達だ。それにしても、本当に敵が多いでござるな。それに付け加えてあのダンゴムシよ。上に上がるごとに面倒になってるわ。
くっそ、絶対にクリアして戦犯リストを晒してやる。私は失踪しないことを祈るぜ。さて、いよいよ話すネタがなくなってきましたよ。あ、こいつ戦闘までカットしてきやがった。序盤でこんなくっそめんどくさいダンジョン作ったやつが悪いんだよ。俺は悪くねえ、俺は悪くねえ。誰も悪いなんて言ってないじゃない。そうだ、先生がやれって言ったんだ。先生がやれって言ったから俺は。先生って誰よ。見た目と実年齢が違うと後ろ指刺されてたらとうとう切れちゃって、世界をめちゃくちゃにしようとするんだけど、妹は大事だから安全なところにいてほしかったけど、弟子のレプリカに取られちゃってもうどうでもいいやと自暴自棄になるお兄さん。ごめんなさい、ちょっと何言ってるか全然わからなかったわ。うん、私も言ってて正直意味わかんなかった。お、尺稼ぎお疲れさん。これでようやく半分でござるか。あとは穴を飛び降りていくだけみたいだな。でも間違ったところから降りるとクモの巣に弾き戻されちゃうわ。落ちた時にクモの巣の位置を覚えておくと楽だぞ。とか言いながら全部の穴に落ちに行ってるのはどうして。すまん、アニメ見ながら録画してたから全然考えてなかったわ。なんだよそれ。というか宝箱あるじゃん、取れないの。無理、もう一度登ってこないと取れない。ワンモアス。まあ動画裏で取っておくから心配すんな。と、ようやく出口に着いたぞ。やっと着いたでござるか。もう二度とここには来たくないでござる。よし、そんなござるにはもう一周このダンジョンを回ってもらおうか。一人で。ここに鬼がいるでござる。熊の皮をかぶったドチクショウでござる。俺がドチクショウ？違う、俺は悪魔だ。悪魔だけに？お、霊夢モフさんと一緒にもう一周してくのか？頑張るな。いやいやいや、なんでそうなるの？というかまた洞窟かよ。もうダンジョンは見飽きたわ。前にクソゲーじゃないことを証明してくれってコメントがあったけど、どうしろってんだよ。これクソゲーだよ、紛れもなくクソゲーだぜ。デスクリムゾンという神ゲーがあるらしいわ。お、それに比べたらこのゲームなんて超ウルトラスーパーミラクルダイナマイトバインバインヤミノマゲーじゃないか。もう何言ってるのかわけわかめだよ。初段殿、どうして来た道を戻るのでござるか。通ってないところにアイテムがあるかもしれないじゃないか。これは RPG では基本中の基本だぜ。覚えておくんだな。もし何もなかったらどうするでござる。ばっか、そんなん考えてちゃ RPG プレイヤーが務まるかってんだ。それにレベル上げができるじゃねえか。さっきからずっと逃げてるでござるが。お、エロゲの定番ウォークが出てきたぞ。おい。ここで経験値を稼ぐより、施設の揃ったザラブーン地方で稼いだ方がいいんだよ、グリーンだよ。そうよね。今ここで戦っても宿屋に戻ることができないわ。それなら早くここを抜けてザラブーンに行った方がいいわね。つうかこれ、もしボロボロの状態でここに来たらかなり悲惨なことになるだろうな。さっきの木のダンジョンが終わって街に着くかもしれないと思ったら次は洞窟。単純な作りだけど、プレイヤーの心に軽くヒビを入れるくらいはできるかもね。まあ、俺たちには関係ないけどな。十分レベル上げしたし。十分すぎるくらいだよ。初段ちょっと頭おかしいんじゃないの？え？まだ上げた方が良かったか？でもこれ以上上げると動画更新が遅れちまうからな。やべえよこいつ、予想の斜め上を行きやがった。おいおい、そんなに褒めんなよ。よし、おいちゃんザラブーンに着いたらレベル上げをしちゃうぞ。頼むからレベル上げで満足してそのまま失踪するようなことだけはしないでくれよな。大丈夫だ、問題ない。今度こそクリアするんだ。そのためにちょっとレベルを上げていると考えてもらえればいいよ。最初の発言で一気に不安になったぜ。お、もしかしてあれがザラブーンかな。お、立派なもんでござるな。マリオンもこんなのがあれば攻め落とされなかったかもしれないでござる。明るく楽しくなれる街、でも今はそうでもないみたいね。グーレイト王大臣のせいか。てかよ、どの辺が楽しいんだろうな。てっきりアミューズメントパークがあるのかと思ったんだけどよ。さあな、もしかして危ないお薬なんじゃねえの。それだそれだじゃないわよ。なんでそんな発想になるのよ。お薬吸ってみんなでウルトラハッピーって考えるのが妥当なんじゃねえの。だとしたらヤバいな。助けを求める前に薬物の取り締まりをしねえと。むむむ、それは困ったでござる。マリオンも心配でござるが、ザラブーンをどうにかしないといけないでござる。よし、こうなったらレベル上げだ。何がよしなのかがわからないよ。っていうか本当にレベル上げするのかよ。そんなのいいからストーリー進めようよ。うるせえ、いいからレベル上げだ。ビヨンドザゆっくり。はい、レベル上げ終了。今行ける街での最強装備も買い揃えてきたぜ。おま、そんなことしていいのかよ。大丈夫だ、問題ない。ストーリーが進まんように武器、防具、道具屋としか会話していない。目的はレベル上げだからな。いろんなところに連れ回されて私とサムソンは10くらいレベルが上がったよ。ござるがなぜか王子より体力面で負けてるんだけど。
王子って病弱設定があったわよね。そうだけど、あれかな、メダロットのカリンちゃんみたいに設定だけでゲームとは何ら関係ないとか。違うでござる。たまたま捨てのノリが悪かっただけでござる。あと呪いのせいに違いないでござる。捨ての吟味はしねえからな。いいから城に行くぞ。はい、立派なお城。マリオンとは大違いだ。使いおろろ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 。このお方をどなたと心得る。うわ、おっさんが吐きやがった。あまりの臭さに兵士が逃げちゃったよ。すいません、こっち来ないでくれます。臭いんで。おい、語るの字が間違ってるぞ。待って、拙者嘘ついてないでござる。あ、これマリオン名家の陥落の中でござる。おいしいよ。通ってもいいよね。ね。あ、土下座もした方がいいでござるか。おお、その見事な土下座。そなた三本だな。俺だろ俺俺。まさか忘れちゃった。いや、拙者に豚まんの知り合いなどいないでござるよ。もしかして俺俺でござるか。ちょっと、入れかけてあげようとしてんだから少しはこっちに合わせてよね。マジで、よかったでござる。拙者に豚まんの知り合いがいなくて。そっちかよ。弁当殿、間違いありません。金子とミリオンの。え、違う？マリオン？そんの。誰でしたっけ？サンソン、サンソン。メニューを忘れるわけないじゃないですからだ。豚に喋る権限はねえ。王子、拙者の説得でどうにかなったでござるよ。覚えてよかった、正しい土下座。うん、あれでどうして成功したのかはわかんないけど、ようやく話が進むね。ちょっと、あの豚マンござるのことをじっと見てるわよ。なんでござるか。お尻のあたりがぬわぬわするでござるよ。ぬわぬわってなんだよ。そんなのどうでもいいから王様に合わせてほしいな。豚が何か言いたそうな目をしてるぞ。あ、豚が人間の言葉を話せるわけねえだろ。気のせいだ。気のせいなら仕方ないぜ。どうでもいいこと言ってる間に面倒なことになってるわよ。犬みたいな顔したおっさんがケンケン吠えてるな。いかにも悪そうな顔だぜ。私たちが来るのを迷惑がってるみたい。どうにかして追い出そうとしてるのが丸わかりだね。お前の考えてることは全てまるっとお見通しよ。でも、やらないことには進めないでござる。やってやれないことはないでござるよ。さすがおっさん、実力が全く伴ってねえけど頑張れよな。期待してないけど、期待してるよ。お名挽回するのか。違うわよ、名誉返上でしょ。負けてきたでござる。それで、これからどうするの？街をブラブラする？お、このガキがいいこと教えてくれるみたいだぞ。井戸？ゼノギアスか何かか？そっちの井戸じゃないわよ。この街の地下下水がお城に繋がっているみたいよ。じゃあ暇だしその下水道にでも行ってみるか。この街に井戸は3つあるけど、正解はここ。街に入ってすぐの井戸だぜ。あれ？なんか曲が変わってないか？下水道って言ったらやっぱこの曲だろ。あ、そうだ。そういえばおっさんの呪いについてまだ説明してなかったよな。ちょうどいい尺稼ぎにもなるし、話しておこう。まずはレベルが1になる。これはパート4でも見てくれればわかるな。そして性格と喋り方も変わっちゃったね。いい意味で。それはゲームとは関係ない。で、戦闘中にも悪影響が出てくる。それも2種類。一つはそのターンだけ動けなくなる。まあこっちはまだ軽い方だな。もう一つは？それが厄介。攻撃した後、与えたダメージの何割かが返ってくる。マジで？与えるダメージが大きければ大きいほど、返ってくるダメージが増えるってことだな。パワーバカのおっさんにはうってつけの呪いだ。おっさん公園に回した方がいいんじゃね？確率はそんな高くないし、体力に気を配ってれば大丈夫なんじゃねえかな。サムソンが LP0、VP が5の状態でダンジョンを連れ回したプレイヤーがいるらしい。誰だよそんなバカ。少なくとも俺じゃねえぞ。お前だよ。この下水道なんだけど、間違ったルートに一歩水流で流されるぞ。さらりと話題変えんなよ。しっかり覚えて進まないと、かなりのストレスがたまるぞ。ここは、酒場かしら？こんなところにも繋がってるのね。先に進む鍵も手に入れたし、帰りはカット。ねえねえ、なんで井戸の下が下水道なんだろうね。普通は水路のはずなのにさ。制作者の悪ふざけなんじゃないかしら。何がしたいのかは全くわからないけれど。それにしても、拙者たちその下水道に肩まで使ってるでござるが、匂いとか大丈夫なんでござろうか。
ぞ。それは考えてなかったぜ。てかよ、この後王様と面会するんだろ。このままじゃ失礼すぎるじゃん。そうだ、この後一旦宿に行って体を洗おう。名所だねでしょ。ああ、まあいいんじゃね。考えておくよ。ようやく着いたか。4倍速でも結構かかったな。あれ、あいつ街で下水道のことを教えてくれたやつじゃん。なんでここにいるんだ。バイソン殿、どこかで聞いたような気がするでござる。下水道行く前にザラ軍の兵士が話してたじゃない。そういえばそうでござったな。マリオン王子とその他大勢、私は騎士バイソンと申します。初段と愉快なげ僕たちだろ。黙れ。遠路はるばる叔母上を頼りに逃げてまいられながら数々の無礼をお許しください。そうよ、なんで白に豚が野放しになってるのよ。ちゃんと屠殺場に連れて行ってあげてよね。すいません、今ザラ軍は軍令と王大臣が実権を握っており、好き放題やっているのです。で、少し話をしておこうと思い、この少年を使ってあなた方に来てもらったのです。もし軍令と王の罠によって王子たちがこの国を追われるようなことがあれば、またここに来てください。フラグが立ったようなので、町に戻って再び城を訪ねてください。フラグ言うなし。次のイベントが長いから今回はここまでだな。最近更新が早いじゃないか。どうしたんだ。ただの気まぐれだよ。じゃあ脱出アイテムを使ってお別れと行こうじゃないか。脱出アイテムがなんだって。やっぱクソゲーだわこれ。ビヨンドザゆっくりパート7、早速始めるぞ。前回のあらすじ、ザラ軍の城に行ったら豚がいた以上。ちょっと、なんでまっすぐに城に行ってんの。まずは宿屋で下水道の匂いを取らせてよ。宿屋に行くと言ったな。あれは嘘だ。貴様こんなくっさいままで王様に会えっていうの。バカなの、死ぬの。今の兵士さん、鼻をつまみながら話してたわ。いやー、私を臭いものを見るような目で見ないでー。城内の兵士もこれ以上中には入れまいと道を塞いでいるでござったな。まあまあ、そんなカリカリすんなよ。これ、取りだめした分だし、何より会話なんて編集しながら考えてんだから無理に決まってんだろ。おう、めたいめたい。というかイベント始まったぜ。王子、拙者トイレ行きたくなったでござる。知らないよそんなの。ねえ、あのババアガイドのおばさんなのかしら。全然似てないわね。おいおい、ババアかおばさんかどっちかにしろよ失礼だろ。あんたも大概失礼だよ。なあ、ザラ軍王のもみあげってすげえな。両脇からもっさりとはみ出してらー。何言ってんだよ、あれはどう見てもヒゲだぜ。つうかこれ上下逆さまになってねえか。ほら、ちょっと上を隠したらこの通りだぜ。ブハ、その発想はなかった。お前らさっきから何国語や歴史の教科書に出てる偉人の写真に落書きする小中学生みたいな会話してんだよ。今さっき、自称勇者なのに情けないセリフ吐いてたわよ。結婚、もっとどうにかならなかったのでござるかね。ああもう、回りくどい。さっさと要件を言えばいいのに。なあマリサ、もしこれで王の助力を得られなかったらさ、エドワード王子たちをバンドールに引き渡してこのゲーム終わりでいいんじゃね。本人を目の前にして危ない計画立ててんじゃねえよ。そんなのダメに決まってるだろ。お、さすがマリサ。たまにはいいこと。もしそんな終わり方すれば私のアルバイト代が出ないじゃないか。ちゃんとクリアしてくれだぜ。数秒前の私のセリフを返しやがれ。そしてお前はさっさと地下帝国にでもぶち込まれて一生洞窟でも掘りやがれ。なあ、霊夢ってあんな性格だったっけか。今日は突っ込んでばかりじゃないか。もしかして、あの日でも、まんじゅうにあるのか。正直、私も対応に困ってるんだぜ。多分、ずっと逃げてばかりだったから精神的に参ってるのかもしれない。そうよね。温室育ちの王子には思いもしなかったことが立て続けに起こったんだもの。イライラして当然だわ。拙者がもっとしっかりしていればこんなことには。お許しください、エドワード王子。え、どういう流れでそんな話になったの。なんで。私、あんたらがふざけてたから突っ込み入れてただけだよ。それなのにどうして哀れむような目で見られなくちゃいけないの。ごめんな霊夢、俺ちょっと軽薄すぎた。何でもはしないけど許してくれ。私も自分のことばかり考えてたぜ。私の代わりに初段が頑張ってくれるから、それで許してくれ。な？もし、ここでザラ軍が力を貸してくれなくても私たちと一緒にこの国を滅ぼせばいいのよ。バンドールはその後でも十分間に合うわ。それはちょっと倫理的にどうかと私思うな。よし、拙者の48ある土下座真剣座火を吹くでござるよ。ごめん、サムソンには全然期待してないから。むしろ何もしないで。ひどいでござる。
なあ、今更だけどよ。イベント中なのに好き勝手喋っていいのか？なんで黙るんだよ。あ、いや、ほんと今更だな、とか、初段も普通のことを考えるんだな、とか、このイベントは茶番だからどうでもいいかな、とか思ってないわよ。お前らも大概だと思うけどな。さっきからこの大臣やたらかみついてくるでござる。ちょっと王様、ペットのしつけなってないでござるよ。ああ、俺嫌いなんだよね。やたらキャンキャン吠えてくる犬。ぶっ転がしたくなるんだ。ちなみに今そんな気分になってるけど、この大臣決定？いかんでしょ。というか、さっきから身の証を立てるとか言ってるけど、どういう意味？マリオンの王子である証拠のことじゃないのか？そういうの持ってたりする？え？そんなのないよ。あったら今頃水戸黄門みたいに見せびらかしてるよ。控えおろう、って。あ、向こうで用意してくれてたみたいね。まるで試験みたい。あの色違いの石柱を持ち上げろって？いやいやいや無理だろそんなの。サムソンがやれよ。元よりそのつもりのようでござるな。いいだろう。不祥子のサムソン、王子のために脱ぎましょう。最後なんか足りない。なあマリサ、俺の気のせいかもしれんけど、あの柱、人間の男が埋め込まれてなかったか？こんな感じのやつだけど。え、初段も見たのか？私だけじゃなかったんだな。あんなの置いとくとか、正気の沙汰じゃねえぜ。お客様の中に波紋使いの方はいらっしゃいませんか？いませんか？じゃあこの国は滅ぶしかないね。おっさんも大変だな。あんなものを持ち上げろとか、今のおっさんの腕力じゃ無理に決まってるぜ。兄やってみないか？ごめんなさい。私、グランドピアノより重いものは持ち上げられないの。そっか。それは残念だぜ。なんか、おかしくなかったか？男は度胸、何でもやってみるもんでござる。おう、あんま期待してないから適当にな。ちょっとくらい信じてほしいでござる。事故に見せかけてその石柱をそこの豚に投げてもいいからね。ストーリーがあんましはいかんでござる。拙者のセリフって、なんでこうもおかしなものばかりでござろうかね。ふんぬはー、あ、やっぱ無理でござる。腕がプルプルしてきたでござるよ。無理でござる。安請け合いなんてするもんじゃないでござった。手っ取り早くあの大臣を闇討ちしとけばよかったでござる。諦めんなよ。え？諦めんなお前。どうしてそこでやめるんだ。そこでダメ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 諦めたら。いや、どう見ても無理でござろう。応援してる人たちの話全然聞いてないでござる。あともうちょっとのところなんだ。本格的にやばい。俺だってもう感覚がなくなってきたでござる。しじみが取れるって頑張ってんだよ。絶対やってみろ。必ず目標達成できる。だからこそ。もうダメでござる。あ、ようやっと終わったな。お疲れちゃーん。なんだ、結構持ちこたえてたじゃん。というか、途中なんかブツブツ言ってたけど、頭大丈夫か？なんでその場に落としちゃうの？どさくさに紛れて犬か豚に投げちゃえばよかったのに。うわぁ、この大臣、大したことない揚げ足取れてこれ以上ないってくらい5万円だ。すげえうぜぇ。こんなのが一国を封じることができるなんて、この国終わってるぜ。弱小国に手を借りるくらいなら自分たちで潰した方が早いわ。きっと、多分。おそらく、メイビー。うわぁ、王様あっさり信じちまった。そんなんだからドヤ顔大臣に好き勝手されるんだよ。だったらもっと強く進言してよ。曖昧な発言すんなよババア。バーカバーカ、目と眉毛の間が広すぎんだよ。これだから王族はダメなんだよ。そういう君も王族なんですがそれは。あはいはい、満足したならさっさと消えてくれませんかね。くっそ、あのドヤ顔犬大臣。今度会ったらその体毛を一本一本丁寧に引っこ抜いてやる。初段、もう終わったしみんなを連れてしろって、何やってんの？お、ああ、最近流行りのソーシャルゲームだよ。長戸さんが欲しくってさ。こっちの方を頑張ってよ。で、1時間って出てるけど成功なの？ああ、うん、まあこういう時もあるよね。簡単に新しい仲間ができたようね。お前知ってんじゃねえか。何やってんのよ。中ちゃん、いいえ、知らない子ですね。そんなのいいから、さっきバイソンが言ってた通りにもう一度下水道を抜けて城に侵入しようぜ。そうだな。じゃまあ、道中は全部カットするぞ。バイソンの他に役立たずのババアがいるわね。拙者、ババアには興味ないでござる。まさか、あのサムソン殿があんな石柱一つ持ち上げられないなんて、プークスクス。笑うなでござる。拙者が本気を出せばあんな石ころ、片手で持ち上げられるもんでござる。でも実際事実なんだし、諦めろよ自称勇者。自称じゃないでござる。勇者っていうのは、
その者の行動が認められ、称えられて初めて呼ばれるものでござる。最初から勇者の者なんて誰一人としていないでござるよ。ドラクエの勇者を全否定する発言だなおい。で、そのおっさんの呪いについて話してるんだけど、なんか解決策があるのか？大陸の南にシャーマンの住む丘があるそうです。憑依合体やオーバーソウルとかするのかな？あっちは別次元のシャーマンです。このゲームとは何の関係もありません。とりあえず南に行けば幸せになりますよ。随分アバウトでござるな。いや、多分呪いの影響なんてストーリーを進めていくうちに気にならなくなるぜ、きっと。前衛が少ないのって困るよね。何言ってんだよ。兄、初段と同じ攻撃力のくせに、脳筋僧侶なんて、ダークソあら、おまんじゅうが黙っちゃったわね。こいつマリサを片手で握りつぶしやがった。そんなことより、ババアがなんか種がどうのこうの言ってるけど、頭大丈夫なの？嫁入り道具に種一個って、捨てられないゴミを渡されただけじゃないの。手渡しでいいのにわざわざ宝箱に入れて渡すとは、空気が読めないババアだぜ。種なんだから普通に植えればいいだろ。あ、そうか。種自体どう使えばいいのかしらねえんだ。ゴミを渡す決心か。捨てられなかったものをようやくの思いで捨てることにした人みたいだね。こんな種一つで道具に押しくれと。ちょっと、ストーリー適当すぎんよ。そういえば、おまんじゅういつの間にか復活してるわね。ああ、危うくサンズの川でトライアスロンするところだったぜ。まんじゅうでもサンズの川っていけるんだな。もうここに戻ってくるより、直接バンドールを潰した方が早いんじゃないかな。さて、ゴミを回収したところで今回はここまで。この後おまけがあるからそっちの方も見てくれよな。おまけなんて初めてじゃねえか。まあな。じゃあ、また次回があったらよろしく。じゃあみんな元気にしてたかな？わしだよわし。強くてかっこいいガラハットさんだよ。覚えてるかな？以前初代が道具の効果がわからないと言っていたよね。今回は今現在所持しているアイテムの効果を実際に使ってみて確認しようと思う。参考になるかは微妙だが、できる限りのことはしよう。ただ、うつ主はこういうのをやるのは初めてだから、至らないことだらけだと思うが、許してやってくれ。じゃあ、早速始めようか。まず最初は、勝利の雄たけび。一時的に、と書いてあるが、実際は2回攻撃すると効果が切れてしまう。しかし、攻撃力は2倍になるので待機前にしたい時には有効かもしれない。次のアイテムは反撃のジュエル。これは単体に効果あるものだが、全体に効果がある反撃のオーブが存在する。はっきり言って使う価値はない。うって資金とアイテム欄の空きを作った方がマシかもしれんな。というか、どんどんアイテム使ってるから解説が追いつかない。面倒を減らそうとした結果がこれだよ。ちょうどよく戦闘が終わったから順番に解説していこうか。守りのジュエルは魔法ダメージを半減する効果があるらしい。このゲーム全体魔法が主流だからボス戦とかに重宝するかもしれんな。イカズチのカード、敵全体にサンダーフレア。威力を考えると多分レベルは3だと思う。誰でも使えて威力は高いが、使い捨てだから使いどころを考えないといかんな。ボス戦で使うもよし、打って金にするもよしだな。反撃のオーブ、先ほどのジュエルの強化版。以上。すまんがまだまだ続くんだ。次は吹雪のカードだ。減少不足で申し訳ないが、多分全体攻撃、魔法のアイスストームと同じ効果だな。運用はイカズチのカードと同じでいいと思う。統一性がない。そんなのオープン主に言ってくれ。今度はフィールドで使うアイテムだな。魔除けの聖水って、いかにもエンカウントを避けるアイテムだが、効果がいまいちつかめない。というのも、敵除けの効果が次の戦闘に入るまで。なんだよ。いや、本当だよ。唯一あった攻略サイトにも書いてあったもん。信じてください、お願いします。何でもしますから。これって解説していいのか？持ってるからついでに。わし、知らんからな。今使ったのは灼熱の壺。ワムーだからムーだか、とにかくババアが使ってきたサラマンダーと同じ効果だ。こちらも、現時点では入手が難しいアイテムだな。視聴者に睨まれても知らんぞ。ユーのカード、見ての通り火を吹いて敵を攻撃する。ドラゴンに変身するとか、そんなに目のあるカードじゃないのが非常に残念だ。最後は逃走アイテム。煙玉なんて安直なネーミングだとわしは思う。魔除けの聖水を使うくらいなら、
煙玉を買った方がいいぞ。さて、とりあえず回復以外のアイテム説明は終わったかな。うく虫のせいであやふやな解説になってしまったが、いかがだったろうか。次があれば今度は魔法の紹介をしていこうと思うぞ。では、わしは妻の鞘に剣を収める作業があるので失礼する。そんなわけで、私がわざわざ来たってわけよ。何がそんなわけだよ。というか、あなたは誰だぜ。私は、そうね。仮に、弓、と名乗ろうかな。兄ちゃんがバレンタインで死にそうになったから代わりに私が出ることになったの。え、兄ちゃんって、誰？誰って、あんたたちいつもこのゲームで冒険してたじゃない。初段兄ちゃんだよ。マジかよ。てっきり初段の妄想だとばかり思ってたぜ。で、初段の妹がなんでここにいるんだぜ。だから最初に言っただろ。私の作ったチョコを食った兄ちゃんが倒れたから、代わりに私がこのゲームをプレイするって。え？は？チョコ食って倒れた？いや、初耳だぞそれ。っていうか、初段が倒れたの弓のせいじゃん。ああ、聞こえんな？大体物食っただけで倒れる兄ちゃんの胃袋が悪いんだよ。そんなのどうでもいいから、さっさとゲームやるわよ。いやいやいや、どうでもいいことないだろ。というか、兄は？霊夢はどうしたんだ？見当たらないぞ。ああ、あの子たちか。うん、大丈夫なんじゃないかな。毒は入ってなかったし、うん、大丈夫大丈夫。私は絶対弓の出したもの枠はねえぞ。兄たちの二の舞になりたくない。それで、私はこれからどこ行けばいいの？まんじゅう、教えなさい。私はマリサって名前だよ。とりあえず、この大陸の南に、おっさんの呪いを解けるかもしれないシャーマンが住んでいる村があるらしいんだ。今回はそこまで行ければいいかな、って感じだぜ。シャーマンキングか何か？そのネタ前回もやった。もしかしてその村に踏ん張り温泉とかある？あるわけねえだろ。ふえー、おっきい橋だよ。どう考えてもここじゃないよな。って、なんで入ってんだよ。建物があったらとりあえず入っとけって、物の本に書いてあった。大丈夫？それファミ通の攻略本だよ。心配ないさー。私、こう見えてもゲームとか全然やらないから、安心の初心者マークだよ。ガンガン行こうぜ。それ以前の問題だった。くっそ、通れるかと思って期待したのに兵士が邪魔で通れなかった。方角的に間違ってるから、むしろ良かったぜ。で、今度はどこに行くんだ？こっちになんかあるような気がする。行き当たりばったりだな。いや、いろいろ知ってる初段と違って、新鮮さがあるから実況としてはこっちの方がいいのか？でもまあ実際にプレイしてるのは、リアルの兄ちゃんなんだけどな。メタ発言すんなよ。そんで、妹ってどんな喋り方だっけ？とか思い出しながら私のセリフ編集してんだ。気持ち悪いよね。なんだ今の音。そんなことよりまんじゅう。また兵士が邪魔してる。さっきと同じこと言ってる。貧しいのを味噌詰めてんだな。かわいそうなやつ。こっちも違うみたいだな。次はどこに行く？そうね。町を出て最初にぶち当たった岩山を右に行こうかな。適当に見えて、結構考えてんだな。え？それはもしかして私に対する宣戦布告か何か？喧嘩ならいつでも買うけど。なんでそうなる？違うの？ちっげえよ。普通に感心してんだよ。だからアイアンクローはやめてあんこが出ちゃう。あらそう、ごめんなさい。イラッときたからつい。イラッときただけで人に暴力振るうのはやめて。大丈夫、まんじゅうは人じゃないから。バカ野郎、まんじゅうだって生きてんだぞ。もっと大事にしてくれたっていいじゃないか。いいじゃないか。あ、まんじゅう、砂漠が見えてきたよ。母さん、動画開始3分で心が折れそうです。誰か道連れが欲しいです。切実に。だが断る。なんてこったい。ハゲそう。胃袋が。遺跡の町にしては、なんだか普通ね。おっさーん、おっさんだけでもいいから目を覚ましてくれよー。新しい町に来たらまずは他人の家に上がり込み、タンスや壺の中身を盗んでいけ。って、兄ちゃんが言ってた。シャーマン、魔法を覚えたいんだったら童貞のまま30歳になればすぐ使えるよ。よかったね。そのシャーマンの村には踏ん張り温泉があるの？西にある洞窟を抜けた先にあるんだ。よっしゃ、後で行ってみよう。おいまんじゅう、さっきから何黙ってんだよ。あたし一人に喋らせる気か？ああ？すいません。さっきからあたしがボケてんだから、相方であるまんじゅうは死ぬ気で拾っていかないといかんでしょ。それでも芸人なの？いや、私芸人じゃなくて、まんじゅうなんだけど。真面目に答えんなよ。わざとだよ言わせんな、恥ずかしい。それで今、道具屋で何してんだ？いらなそうな道具を売ってんだよ。兄ちゃん無駄に収集癖あるから。それって、初段に許可は。あ、
んなもん取ってるわけねえだろ。ですよねー。まあこんなもんでいいか。いっぱいになったら売るかその場で投げ捨てちまえばいいし、ゲームっていいね、ポイ捨てが許されるんだもん。うん、リアルでそれやっちゃいけないからな。あ、そうだ。オファに来たら紹介してほしい道具があるって兄ちゃんのメモ用紙に書いてあったんだ。この魔法のポーションは唯一 MP を回復させられるアイテム、みたい。で、回復量は20だって。売っている店も少ないから、金が余ってるなら買えるだけ買っとけ。だってさ。それよりも私はなんでそんなメモが事前に用意してあったのかが気になるんだぜ。あれ、まだ書いてある。何、ついでだから指輪バグについて説明してくれ、だって。まんじゅうやってよ。え、私？めんどくいやなんでもないです。やらせてもらいます。だから手をワキワキするのはやめて。装備してある守りの指輪を売るだけ、以上。ってこれだけかよ。あれ？売ったはずの守りの指輪が消えてない。へえ、これは便利な技ね。兄ちゃんも結構やるじゃない。でも確かこれ、攻略サイトに書いてあるって言ってたな。なんだ、兄ちゃんが見つけたわけじゃないんだ。正直がっかりだよ、失望した。また変な音がした。なんだよこれ。そんなん知らん？せやな。ここからさらに南に、モンマルトって港町があるみたいだね。次はそこ行ってみようか。でもその前に情報収集しないと、RPG の基本だぜ。めんどくさい。もう全部カットでいいじゃん。よくねえよ。それじゃ動画にならないじゃないか。この動画は、クソゲーの良さを知ってもらうためにお送りしています。ゆっくりイライラしていってね。急に何言い出すんだこのまんじゅう。お、こっから南に遺跡があるみたいだぞ。しかもその上に塔が浮いてるってよ。あ、さっき道端にいたジジイが西に遺跡があるって言ってたじゃないか。もしかして複数あるのか？いや、どっちかっていうと5時だと思うぞ。クソゲー的に考えて。ってことはこの場合、ジジイが地方になったんじゃなくて、開発スタッフがボケてたってことでいいのか？多分それで合ってる。なんで兄ちゃんこんなのをプレイしようと思ったんだろ。過去にクリアしなかったからそのリベンジだ、って言ってたぜ。ばっかじゃねえの。あ、わかった。これ初段のハートにダメージが入った音だ。お、当たったぜ。だからどうしたって話よね。せやな。神々の塔だったり、神々の神殿だったり、まるで神様のバーゲンセールね。何にでも神とつければいいと思ってたんじゃないか？ああ、そういう系ね。それよりも、どうしてこのガキは私らがザラグーンって国から来たって断言してんだろうね。もしかしたらバンドールの隠密だったりしてな。え、それって私らの敵ってこと？やだ怖い。弓も怖がったりするんだな。意外と。早くすりつぶしておかないと。子供逃げてー。超逃げてー。ま、それは1割冗談だとして、その西にあるっていう遺跡を見に行こうじゃないの。どんな遺跡なんだろうな、楽しみだぜ。おい、西の遺跡って言ったよな？なんでねえんだよ、あ？私に言っても困るんだぜ。もっとよく探してみよう、な。もしなかったら後でジジイとクソガキを血祭りにして、町の入り口に飾りつけてやる。あれ、あれがそうじゃないか？いやー見つかってよかったな。おい、その下打ちはなんだ？これが、あのジジイが言ってた塔ね。なんかてっぺんに喋る猫が住んでそう。いや、どう見てもコマだろこれ。ああ、見えなくもないね、うん。空飛ぶコマか、トトロにもあったわね、あんな感じの。ああ、あのどういう原理で浮いてんのかわかんないやつね。で、遺跡の中に入るのか？神は言っている、まだ入る時ではないと。え、あそこレベル上げに何度も入って。それ以上いけない。いやでも、それ以上言ってはいけない。はい。なんで戻ってきたんだ？そのままモンマルトに行くと思ったのに。あのジジイにちょっと、ね、精査ゲフンゲフン、焼きを入れようかなって。ご老体には優しくしような。おいジジイ、塔なんてなかったぞ。代わりに宙に浮くコマがあったわ。目が悪いんじゃないのか。あたしがその眼球えぐり取ってあげようか？え？遠慮する？大丈夫。スプーンがあれば簡単に取れるから。こう、クリッと。えぐろうかと思ったら隣のお姉さんに止められた。いやー、見事なアームロックだったぜ。私思わず、それ以上いけない、って、言いそうになっちまった。見てないで助けてほしいもんだね。私、見ての通りまんじゅうだから文字通り手も足も出せないんだぜ。そっかー。ジジイの目玉を真っ黒クロスケみたいにほじくれなかったのは残念だけど、モンマルトに行こうか。なんか、弓ってアニーの上位互換な気がしてならないぜ。悪い意味で、な。何か言ったかな？いいえ、
何も言ってないぜ、ほんと。だから指をパキパキ鳴らすのやめて、ね。関節にも良くないしさ。ふう、仕方ないな。ちょうど町に着いたし、なかったことにしてあげるわ。ありがたやありがたや。ほんまユミさんの優しさが身に染みますせい。ここがモンマルとか、なんかそれっぽい町でいいわね。海賊がいるみたいな話もあったけど、全然そんなことないな。すっぽいベタな寝言言ってる。口の中にライ麦パンでも突っ込んでやりましょうか。やめて、食べ物を粗末にしちゃダメでしょ。東だけにイースト村って、それがギャグだとしたらものすごくつまらない。宴会の席だったら浮き首獄門になってたね。何それ怖い。そんなことより、この街で夜になると何かがあるみたいだな。月のかけら？確かもうすでに持っているような。なんでそんなアイテムを持っているんでしょうかね。本当にね、さっきの遺跡でレベル上げしてたら間違って取っちまったなんてことがない限り持ってるはずないもんね。ばっかだな、そんなことあるわけないんだぜ。あはは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 。兄ちゃん、アウト。あのクマ野郎、なんてことをしてくれやがったんだ。ストーリーがめちゃくちゃになるじゃねえか。あーもうめちゃくちゃだよこれ。どうすんのさ、船に乗って浅瀬で使って海底洞窟でも出現させる？邪神の像を手に入れてどうすんだよ、ロンダルキアにでも挑むのか？とりあえず、見なかったことにしよう。見られなかったことにしよう。OK？ OK OK。と、あんなところに宝箱。でもどうやって取るんだ？くっそ、あんな木箱ぐらい乗り越えろよ。これだからクソゲーは。クソゲーじゃなくても、大概の RPG ではお約束なんだよな。え、このゲーム保存の壺売ってるの？わーい、あたし買っちゃうもんね。マジか、それがあればより多くのアイテムが持てるじゃん。で、これどう使えばいいの？入れたいアイテムを壺に使えばいいんじゃないのか？使えばいいのね。何も起こらねえじゃねえかクソまんじゅう。暴力反対。あーくそ、どうすればいいんだよ。入れる、なんてコマンドもないし、もしかして、あたし騙された？あ、そっか、渡すで壺に入れるんだな。そうであろう。何も、起こらない。これは、一体どういうことだ？まさかこれ、何の変哲もないただの壺か？ウェヒヒ、イグザクトリー、その通りでございます、ざまあみろ。あ、このおっさん、死んだな。心に余裕？うふふふ、あなたのせいで今とってもご機嫌よ、あたし。そうだ、いいこと思いついた。新しい壺を作りましょう。なーに簡単ですよ。ちょっとてめえの頭をスパーンと落としちまえば簡単に出来上がるってもんだよ。首置いてけ、首置いてけ、なあ。証人だ、証人だろう。なあ証人だろう前。よくも騙したー、騙してくれたなー。あたしの悪手顔返せってんだよクソだー。落ち着けユミリー、落ち着くんだ。できぬー。もうダメだ、おしまいだ。私の力じゃユミを抑えることができない。一体どうすれば。こんな時、代わりに生贄になってくれる奴がいれば。でもそう都合よくいるわけがないよな。おや、生贄の匂いが。ここでも伝説かよ。何にでも伝説をつけたいお年頃だったんだろうか。かえって安っぽくなっていることに早く気づいてください。欲しいものをねだりだだをこねる子供かよ。お、生贄派遣。おいユミ、あの金髪頭がお前のことを、悪徳商法にも気づけない脳内お花畑ちゃん、って言って煽ってきてるぞ。ほう、どうやら貴様、相当死にたいらしいな。いいだろう、この世に生まれて、あたしに出会ったことを後悔しろ。今ならじわじわと殴り半殺しにして回復してやる。生と死の狭間をシャトルランしながら私に詫び続けるんだな。ユミ、もう逃げちまったよ。待て続けんだろうがぐわストーップ。なんだよこれ、誰がこんなの流してんだ。これはクソゲーのゆっくり実況プレイ動画だぞ。こんな勝手。私だよ、なんか文句あんのか。ああ、ら、エネルみたいな顔してどうしたの？大丈夫、ほら怖くない。怖くないから。な、なんで弓がまた来てんだよ。初段はどうしたってんだぜ。投稿日が1ヶ月経ったからって、こっちも同じだけ日にちが経ったと思うなよ。くそ、サザエさん公式か。面倒なことしやがってうぷぬしめ。
そんなわけで、露出鎧のおっさんの呪いを解くために、踏ん張り温泉に行くところから始まってるわよ。そのネタ、まだ引っ張るんだな。で、今いる洞窟は前回、遺跡の町で聞いたシャーマンが住んでいる村へ続く洞窟のようだな。あ、ちょっと暇だから音楽かけるね。で、また勝手に。ほんと自由な子だぜ。あたし、ガルでも好きなんよ。海もアニメ見たりすんだな。あ、でも、しょっぱなのあれ見たらうなずけるか。自分で探したりするし、兄ちゃんに勧められたのを見たりするんよ。まあ、兄ちゃんのは見ないことの方が多いけど。初段並みだね。言うても、あたしでも見られるのを選んでくれるんだよね。兄ちゃんって。へえ、てっきり初段が気に入ったのを片っ端から勧められてるもんだと思ってたぜ。AB もその中の一つだね。あ、でもガンダムウィングも好きだな。ああ、キャラクターイケメン多いしな。女性でも見る人は多いか。あたしをそこらのミーハーと一緒にすんじゃねえよ。てめえのあんこをカスタードに入れ替えっと。和菓子から西洋菓子に生まれ変わるか。やめて、そんなことされたら私のアイデンティティがなくなっちゃう。おい、なんで音楽止めんだよ。サビ入ったところだぞ。よかった。危うく私の低層が奪われるところだったぜ。あ、なんだこの緑色は。拾ってほしいのか。この癒しんぼめ。ユミ、そのネタはちょっと無理があるぞ。あ、やっぱり。っていうか、これ一体何なの？巷で有名な小島なんちゃらってやつ？私に聞かれてもわからないぜ。だよねー。まあいいや、とりあえず持って行ってどっかに売りつけてやろ。アイテム欄に限りがあるからな、仕方ないぜ。お、音楽が復活した。というか、兄ちゃんからは戦闘は全部逃げろって言われてるけど、すっげー退屈だ。じゃあ、前回のコメント返しでもするか？前回ってコメントたったの6個しかなかったじゃん。しかも再生数なんて3桁いってないし。やっぱりサムネかな。ただでさえクソゲーなんだからサムネで釣らないと誰も見ないだろうし。いやいや、それ以前になんでこんなクソマイナーなものを選んだわけ？もっと有名なゲームいろいろ持ってんじゃん。なんでそっちをプレイしないんだ？ただでさえトーク時からもヘボいのに、こんな動きのないゲームを饅頭実況プレイ動画にするとか、頭はいてんだろ。か、返す言葉もねえ。正論すぎてあんこが出ちまう。まあ、その辺は後で私自らみっちりと兄ちゃんに説教してやんよ。全部兄ちゃんが悪いわけだし。おう、なんていうか。ほどほどにな。それだとあのクマは反省しないよ。徹底的にやらないと。うふふふふ。怖えー。兄ちゃんの処分も決まったことだし、コメント返しするよ。おい、誰だこれコメントしたやつ。そんなに私の手料理が食いていってのか。ああ、やめて、というかそう思われても不思議じゃないぜ。だって、おっさんなんてまだ泡吹いて白目向いてんだぞ。一体どんな調理をしたら人が倒れるものが出来上がるんだよ。そんなの、でっかい鍋に具材ぶっこんで、あとは長い棒で、ブールブールとかき混ぜるんだよ。お前それ錬金術じゃねえか。あたし、天丼よりも海鮮丼がいい。そういう意味じゃねえからな。へえ、物騒な妹さんがいるもんだねえ。その点、あたしはほら、兄ちゃんと仲いいから、全然問題ないわ。その中のいいお兄さんは、君の作った料理を食べて倒れてるからね。この1ヶ月ずっと。え、まんじゅうもあたしの手料理食いたいって。誰もんなこと言ってねえよ。え、これでおしまい？そうみたいだぜ。マジか。じゃあ、村に着くまで寝てていい？言い訳ないだろ。すやー。もう寝てるし。私一人でどうしろってんだよ。名状しがたいカーボンとダークマターのようなものが襲いかかってくは。ここは誰？俺はどこ？カーボンは？いない？ふん、危うくカーボン色に染まっちまうところだったぜ。初段、生きてたんだな。よかったぜ。なんだよ、やぶからスケップに。そんな今まで俺が得体の知れないものを送って生死を反復横飛びしていた、みたいな言い方は？つうか、ほんとここどこだ？なんでこんなところにいるんだ？ここはって、聞いての通りシャーマンがいる村だぜ。ここまで進めるように弓に頼んだんだろ。弓？ああ、ジョーちゃんのことか。って、俺が頼んだ？いや、そんなん頼んだ覚えねえぞ。だいたいあいつ、ゲーム音痴だしよ。え、でも弓は初段に頼まれたって。どういうことだぜ？俺に聞かれても知らねえよ。と、ジョーちゃん寝てんのかよ。たく仕方ねえな。で、他の奴らは？だいぶ静かだけど。兄たちなら弓の料理を食って。って、さりげなく隠しアイテム取るなよ。いや、正直あるとは思わんかった。で、ジョーちゃんの？オッケー、把握した。さすが兄弟。まああれだ、ジョーちゃんも悪気があったわけじゃないし、許してくれや。なんか言ったか？特に最後。
気のせいだよ。なあマリサ、なんで荷物が少し減ってんだ？特にステータスアップ系。弓が邪魔って言いながら兄たちの口に無理やり押し込んでた。みんなには悪いと思ってたが、私も巻き添え食うかもしれなかったからあえて無視した。その判断はナイスだ。じゃまあ、おっさんの呪いを解いてもらおうかな。いつまでもお荷物じゃ困るしよ。こっからは別日収録だぜ。あ、ちなみにこれ録画2回目だから。いつも通り録画して、セーブした後に確認したら、こんな風になってたもんな。見た瞬間、はぁ？ってなったしな。特に何かしたわけでもねえし。とりあえず、別に残してあったセーブデータで取り直したのがこれ。ほう、経験が生きたな。後でジュースをおごってやろう。焼肉食い放題でいい？初段、この先なんかあるらしいぜ。行ってみよう。ごまかすんじゃねえよ。岩が邪魔なら木の間を通り抜ければいいじゃない。こんな意味不明ないは多くより、その祭壇の大地に結界を張ればいいのにな。だってしょうがないじゃん。これ、クソゲーだぜ。あ、そっか。それならしゃあねえな。そうだ。初段、この実況が終わったら次は有名なゲームにしよう、な。ああ、そうだな。無事完走できたらな。本当にクリアできんのかな。これ。まあ、ゲーム自体はそんな難しくねえし、問題は別にかなり、あるけど。で、このじいさんが変化の粉がどうたらこうたら言ってるな。これは、変化の杖のパクリかな？通報しなくちゃ、かっこ使命感。トント？車か何かかな？マリサちゃう、それタントや。透明にするマント、消え去りそうか、レムオールのパクリかな？いや、もしかしたらハリーナポッターのパクリかもしれないぞ。それにしても、国の宝か。どこぞのマリオンとかいう敗戦国にもあったけど、どんなやつだっけ？さあな、俺は知らん。ふえー、おっきなお家。一瞬ヤバい色した釜が見えたけど、宝箱が先だな。ずいぶん手際がいいね。だって、録画2回目だし、素早さの元は魔法使い系に使ってあげると幸せになるぞ。わし、精霊召喚の研究してんだけどさ、君ら魔法石持っとらん？ここに来る洞窟にあるんだけど。指輪とかじゃダメ？それ違うゲームじゃのう。とりあえず持ってきたら新しい仲間召喚してやんよ。でも俺そんなん持ってね、持ってた。すっごいナチュラルに持ってた。いつ取ったの、これ。初段が寝てる間に弓が取ってたよ。マジで？よかった、取りに戻るの面倒だったし。おう、これはまさしく飛行性じゃなかった。魔法石。よし、ジョシ君魔法石を入れなさい。任務、了解。ぬわあ。初段、大丈夫か？死んでない？死にそうならこの保険証にサインして。誰がするか、てか、危なかったぜ。バンダナがなければ即死だった。というか、あんな爆発あったのにみんな無傷とはな。爆発する直前、なんか見えたような。それと、今黄色いぷよぷよみたいなのが動いてるんだが、あれはなんだ？ごめんごめん、なんか失敗しちった。許してヒヤシンス。なんか変なの出てきたけど、わしいらんからお前ら引き取ってくれ。こんなスライムみたいなの誰が？待てよ、スライム？よし、今日からお前はスラ太郎だ。おい待て、何を考えてるんだ？これであとは触手丸がいれば完璧だな。そのネタわかる人いるのか？知らんくてもいいよ。俺はこの作品が大好きだからな。忘れそうになってるけど、おっさんの呪いを解いてくれる人いねえな。白と黒が合わさり、最強に見えなくもない。お、今度はスクエアのパクリかな？そもそも、このゲームに白魔法、黒魔法があるっていうのが初耳だわ。ほんと、取ってつけたかのような設定だ。さっきからホネット様慢性状態だけど、一体どんな人だろうな。さあな、そんなの実際会ってみないとな。そのもの、青き衣をまといて金色のね。おい。ごめん、間違えた。何言っちゃってんだろうな、あのじいさん。きっとジブリが大好きなんだろ。探ってるだけじゃダメなんだよな。そんなの、2ちゃんでググれば一発だぜ。大事なことなので2回言いました。特に大事でもねえけどな。というか、魔法使いだったり魔術師だったり、設定がふわふわしてるな。あと魔導士な。シャーマンって、確か呪術師だったよな。とりあえずそれっぽい単語詰め込みました。って感じだな。そのうち魔法少女とか出てきたりするのかな？六花の白い魔王さんとか。その人が来たらラスボスに頭を冷やしてもらっちゃおうか。そしたらこのゲームクリアってことで、オッケー？そんな楽してクリアするゲームは楽しいか？楽しいわけねえだろ。ゲームってのはな、自分の力でクリアしてこそ意味があんだよ。まあなんだ、言葉のあやってやつだな。でもホラーゲームとかはやらないよな。
俺怖いの苦手だもん。動画見る分には問題ねえから大丈夫。憎くいながらでどしての動画見られるくらい大丈夫。20代後半の男が、もん、なんて言うなよ。キメイ。キメイとか言うなよ。微妙に傷つくだろうが。それにしてもこの木、どこに生えてんだろうな。フィールドでは村の奥は崖になってたはずだけど。制作者に聞けばわかんじゃね。微塵も興味ねえけど。まあ確かに興味湧かないよな。おかしな点を挙げていったらキリがねえもんよ。つうかよ、どこまで下に降りるんだこれ。お、宝箱だ。何が入ってんだろうな。残念、今はまだ取れないみたいだ。こういう鍵のかかったもの、他にもあったな。動画では紹介してねえけど。鍵見つけても大概忘れたりするな。お、なんかそれっぽいところについたぜ。で、誰が呪い解いてくれんだ。どいつも同じ蔵だから判別つかねえ。この村の族長、でも専用蔵がない。あ、察し。なあにうなってんだこのジジイ。やっぱりというか、一番奥にいるのが族長みたいだな。了解、頼ったことねえけどな。あ、それはこいつの妹が作ったもの食ったからです。呪いと関係ないぜ。ジョーちゃんのせいにすんなよ。相変わらずノイズがひどいな。キャプチャーボードが悪いんかな。もっと別の方法を考えんと、ずっとこのままだしな。って、族長が倒れちまった。大丈夫か。棺桶、用意しようか。どうやらまだ必要ないらしい。でも一応準備はしておこうか。そんなの知ってた。じいさんに専用蔵がなかった時点で気づいてたよ。出たよ、大魔導ホネット。引きこもってるやつを頼らんといかんのか。よくある話っちゃそうなんだけど。大したことがないとはいえ、呪いが続くってのは面倒だぜ。正直、おっさんがいなくても兄や王子の魔法があるから何の問題ないがな。おっさん並みだめ。祭壇の大地って、岩で塞がって進めない先にあんだよな。魔法で置かれた岩って、かなりシュールだよな。もっとこう、結界的なさ、あるじゃん。そこはほら、このゲームだから、ね、高望みするのは酷ってもんだよ。戻るだけだからカットだぜ。どうせ無理だろうけど、一応岩のところ行ってみるか。だよな。それよりも、次どこ行けばいいんだ。頼みの大魔導も絶賛引きこもり中だし。なんか情報は手に入れてないのか。俺気絶してたからわかんねえし。あ、そういえばサンモルトから東になんかの村があるって言ってたような。じゃあ次はそこ行ってみるか。おい、どうしたんだ。悪い、リアルの俺が寝落ちしたみたいだ。図工。お、どうしたんだ。キエアーシャーベッター。た、タント魔法のマントを盗んだっていう、あのタントか。マリサちゃん、それを言うならトントや。で、コック川崎に似てなくもないタントがなんでスライムになってたんだよ。突っ込まないぞ、俺は突っ込まないからな。大丈夫、ピンク色の悪魔なら相手してくれるはずだぜ。だ、大変だな。いろいろまずいしな、俺もな、アイテム欄がさ。やったね初段。アイテム欄が増えるよ。おいやめろ。といったところで、今回はここまで。正直こっから先、あんま覚えてないからさらにぐだる可能性がある。その辺は了承してくれや。まあ、次があったらの話だけど。あ、耳が寝たまんまじゃん。どうすんの？ああ。まあ、俺がなんとかしとくわ、お疲れさん。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。